空はまばゆく輝き、緑生い茂る大地に紺碧の海、そう、命育まれる世界が確かにあったんだ。果てなく闇に覆われた空、これこそが私のあるべき世界。お前たちの言う異界ボイドの現状だ。愚か者どもが、この世界に死など存在しない。それならそれで何度でも倒すだけだ。シュルル、そのエーテル我が糧にしてくれる。そう、正解でハイデリンから託されたクリスタル、メーティオンの軌跡が記録されていたものよ。さあ、受け取って。ハイデリンの思いが詰まったクリスタルだもの。あなたが持っているべきだわ。ずいぶんと時間がかかってしまったが、迎えに来たぞ、姉さん。空中戦はお前たちだけのものじゃない。ならば解く行け。そして我らに盾つくことの愚かさを、その魂に刻みつけてやるのだ。我が願いのために、次の一寝としてやろう。皆さんこんばんは。こんばんは。第72回ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブのお時間です。皆さんご挨拶お願いします。はい、ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。進行を務めますコミュニティチームモルモルこと室内です。よろしくお願いいたします。さてですか、いやなんだがすごいものを見せていただきました。情報量ねなかなかの情報量ということが皆さんに、まあよく今回の PV よくできたかなと思って、はい、絵音含めて結構驚きもあるし、はい、途中なんかよくわかんないシーンが入ってきて、もうなんか頭に入ってこないセリフとか緩急が、ね、忙しい、はいはい、ということで、冒頭パッチ 6.2 のパッチトレーラーをご覧いただきました、はい、ということで今日の PLL はパッチ 6.2 コンテンツ特集パート2ということで、うん、はい、前回に引き続きまして、今日は実況交えながら、そうですね、いろいろご紹介いただけるということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでもう早くもヒルディの足しか覚えてないで、では早速始めていきたいんですが、はい、まずはトレーラーもご覧いただきましたので、そうですね、全言語、公開されました。あ、違うか、先に、はい、じゃあパワーポイント、そうですね、まあ知ってたコールになると思うんですけど、画面お願いします。はい、パワーポ出ますか。はい、来たはい、どうぞ。はい、もうサクッと出ましたが、パッチ 6.2
禁断のメモリア、はい、2022年8月23日火曜日、公開予定となっております。まあもう、あの、僕のチェックも全コンテンツ完了してフィードバックも終わって、はい、もう締めに入って最終マスターチェックに入ろうかっていうあたりですかね、はい、はい。まあ今回はすごかったボリューム、はいはいはい、ということで8月23日もうあと2週間切っておりますので、はい、どうぞご期待ください。はい、よろしくお願いします。はい、そしてで、うん、準備 OK ですか？ OK ですね。はい、じゃあ画面続きお願いします。はい、はい、冒頭ご覧いただきましたパッチ 6.2 トレーラーを、公式 YouTube チャンネルの方で今全言語分公開いたしました、うん、ですので日本語以外のバージョンご覧になりたいという方はですね、ぜひとも今このタイミングでご覧いただければと思います。そしてこの放送の方は冒頭ご覧いただいた日本語版のトレーラーを改めてもう一度再生しますが、うん、今回はあの我々のマイクを生かした状態で、はいはい、あの吉田さんのコメンタリーありの状態でもう一度トレーラーを再確認しましょうということをやりたいと思います。そうですね、あの放送では日本語版流してたので、はい、多言語の皆さんもね、この時間を使って裏で各言語のトレーラー見ていただければと思いますので、うん、まあ、放送では日本語版流しながらはい、ちょっと振り返りましょうか。そうですね、はい、ではもろもろ準備が良ければ、うん、トレーラーに行きたいと思いますが、よろしい、いけますか？大丈夫ですね。大丈夫、はい、はい、それではトレーラー見ましょう。どうぞ。空は輝き、うまく作ったなと思ってここ、はい、まあ今日ご紹介しますけど明らかにね、まあ、無人島なんだろうなみたいな絵をね、まあ、そういう光あふれるような世界があったのさっていうね、うまいつなぎをしたもんだなと思って。いい景色、果てなく闇に覆われた一線、そうそうと思いきや、はい、こんな世界もまあこうですよというね。異界ボイドの現状、まあ、こっからのこの展開はどうしてもやりたかったらしいですよ。なるほどね。で、なんかこの、はい、FF4 のバトルワイプのあの SE あるじゃないですか、はい、あ、はいはい、保険サルベージしてきたらしいですよ。原音 SE を。そうなんだ、うん、ミニコピーして作ったわけじゃなくてサルベージしてきたらしい、本物を見てるんだ、うん、すごい。それならそれで、なのでまんまらしい、倒すだけだ。さあこれは何さんだね。我が盾にしてくれる。あんまり最弱には見えない。本当だよ。振りですけど。そして噂のバリアントダム。そうですね。さっき扉が3つあって、ましたね、最初からの入り口があのルートまで3つ分かれて。正解でハイデリンから。これは作り直された噂のレーティオンの奇跡が、ね、この辺からだんだんね、はい、情報量が怪しくなってきて、ヤシトワのセリフが全く耳に入ってこない。何なんだよこれって、うん、どれが何のコンテンツなのかわからない。今回もね、結構な数、はい、ダンジョンね、バイオ調整ありましたからね。姉さん、ここから一転して急に、あ、新曲ですね。素晴らしい曲に仕上がっておりますので、ね、うん、劇場版予告みたいな感じで、そうですね、テンション上げていただけるといい。そして我らに立てつくことの愚かさをその魂に刻みつけてやるのだ。どうなるのかね、これが何なのかがもうね。そしてですよ、うん、声の出演、いやー、で、どうしてもやりたかったらしいよ。まあ、気持ちは分からなくはない。結構深い話になっていきますんで、ぜひね、注目していただきたいと思いますから、はい、最後、パートもこの向きで終わるんだっていうところ、そうなんですよ、衝撃でした。はい。
まあもうここに入ってない項目やらね、はい、何やらも山ほどあるんですけど、うん、まあ今日はそれを順を追ってですね、はい、紹介できる限り紹介していこうかなと思っております。はい、よろしくお願いいたします。今日は本当情報量いっぱいありますが劇場版14回はい、そこそこ長丁場にもなるかと思いますので、そうですね、お食事や食事、ね、そう、お飲み物やらご用意いただいて、ゆるりと見ていただけると助かります。はい、よろしくお願いいたします。それでは早速始めてまいりましょうかね、うん、はい、ではまずは、パッチ 6.2 の実装項目のおさらいからざっと進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします、はいはいはい、画面お願いいたします。逆襲のラハブレア、ね、確かにね、アニメのオープニング主題歌みたいなしね。そうですね、はい、はい、ということで、パッチ 6.2 実装項目ですが、はい、まずは新たなメインクエストからですね、はい、そして新たなサブストーリークエストとして、タタルの大繁盛商店の続編、はい、そしてパッチ 6.25 で帰ってきたヒルディブランドの続編が登場します、うん、さっきね、なんかちょっと足だけね見えてましたけど、ね何がどうなったら、あのですね、まあ、一個だけ言えるのは、はい、今回のカットシーンも何やってんだっていうぐらいなんかいろいろでした。すごいヒルディ新作とともに聞かれる吉田さんの何やってんだが書いてもらいます。そうですね、ぜひともご期待ください、ね、はい、でタタルの大繁盛商店に関しては、はい、シャドウオブマハをクリアしていくと、うん、ね、まあ、エピローグみたいな話に今回なってるので、はい、まあ、ぜひまだやってないよという方はですね、プレイをしておいていただけると、うん、まあ、そうですね、8枚までにやっておくとスムーズ、ね、スムーズかなと思います、ね、はい、ありがとうございます、はい、では続いてどうぞ、はい、続いては新たな武器強化クエスト、うん、6.X シリーズの武器強化クエストが始まるんですが、はい、なんと今回は帰ってきたヒルディブランドから派生してまいります、うん、その名もマンダビルウェポン、マンダビルウェポンを作っていくことになりますが、はい、もうこのスクリーンショットの圧がね、もう今にも飛び出さない勢い。まあ今回はまだ固定調べなんで、はい、まあなんかサクッと、うんうん、いろんなジョブのサクッと多分作ってもらえるようなぐらいにしてあるんで、まあ、だんだんお話もね進んでいくと結構むちゃくちゃになってると思うんで、はい、まあぜひねお話も楽しみつつ作っていただけると大変嬉しいなと思っております。はい、こちらパッチ 6.25 になっておりますのでご注意ください。はい。はい、で新たな有効部族クエストとして、こちらもパッチ 6.25 ですね、うん、ギャザラー向けのクエストとしてオミクロン族という形になっております、はい、こちらスクリーンショットありますが、後ほどちょっと、うん、雰囲気だけ、うん、エリアの雰囲気だけ実機でちょっとご紹介しようかなと思っておりますので、はい、ぜひ、何がどうしたらそうなるんだみたいなのはちょっと後ほどまた実機でご紹介しようかなと思ってます。スクリーンショット1枚、はい、1枚追加で持ってきましたのでご覧ください。もう何がどういう組み合わせでこうなるんだう、ね、どうなったのかね、何をしてるとこなのか気になりますね、うん、はい、こちらまたこれを見てもねハテナハテナしか出てこない、うん、何にもわからないっていう確かにね、その通り、はい、後ほどまたご紹介しますのでお待ちください。はい、では続いてまいりましょう。はい、そして新たなインスタンスダンジョンとして、異界古城トロイアコートということでですね、うん、まあこれはおそらくボイド第13世界なのではないかなと思っておりますが、うん、今回またちょっとそのマップの作りというか、はい、ダンジョン自体のマップの作りというよりはその後のお話の流れでちょっとまたね変わったそのマップの使い方をしたりしてるんで、ちょっとねああなるほどそういうやり方もあんのねみたいなのを開発のチームの工夫とかが、ね、ほうほうほう出てるんで、ちょっとそのあたりも注目していただけると、ちょっと楽しみですね、嬉しいですね、はい、はい、
そして新たな討伐討滅戦に関してはもうパッチ当日まで、うん、伏せておこうと思っておりますので、ノーマルと極と、同時実装ではありますが、まあさて何と戦うことになるのかに関しては、ね、ぜひですね、ご注目いただければ。でちょっとしばらく、はい、メインストーリーとこの討伐討滅戦切り離してきてたんですけど、うん、まあ、やっぱちょっとメインシナリオに箔をつけたいということもいろいろあってですね、はい、今回はメインシナリオから、討伐討滅戦につながっていくことになりますのでちょっと、まずはメインシナリオを進めていただくのがいいかなと思っておりますのでよろしくお願いします。まあ霊式がね今回1週間ずれてるっていうところもあるので、はい、まあ、まずはメインからじっくりやっていただければと思っております、うん、はい、ありがとうございます、はい。そして、はい、どうぞ。もちろん、グースパッチなので、うん、レイドダンジョン8人向けのレイドダンジョンの、はい、新たな展開があります。バンマデンパンデモニウム煉獄編、煉獄編、そしてバンマデンパンデモニウム霊式煉獄編ということ で、うん、で今回事前にもお知らせさせていただいてますが、はい、霊式の方に関しては86.2 から1週間空けて、うん、翌週火曜日ですかね、に霊式公開させていただきますので、はい、まあ、ぜひですね、これこちらフィードバックをですね、うん、いただきたいと思っていて、はい、まあ、一応前回もお話はしたんですけど、跳ねてから結構2波あって、はい、拡張のタイミングって必ず霊式ってノーマルより空くじゃないですか、はい、であれってまあアラガントームストーンがたくさん実装されるんで、うん、こう段階を踏んであとメインシナリオをゆっくりやりたいっていうこともあるだろうから、うん、コンテンツもたくさんあるし、まあそうレベリングもあると思うのでいろんなジョブの、はい、なんでまあ段階でずらしてってるんですけど、メジャーアップデートに入ると、うん、やっぱアラガントームストーンそんなね、2個も3個も2種類も3種類も追加されるわけじゃないので、はい、やっぱちょっとずらしにくいってところがあったんですけど、うん、こう早期攻略するためにノーマルをとにかくこうスキップしなきゃいけないっていう気持ちになったりとか、はい、とにかく準備が時間がなくてっていうお声が多くてですね、うん、まあ、できればやっぱ2週間とか1週間とかずらしてくれると嬉しいなっていうお声をもらってて、で片やでもこうそうなってくるとレイドレースやるときにノーマルをめっちゃ予習しなきゃいけなくなる、はい、そのノーマルから正式のギミックヒントを得るためにとかいうので、はい、なかなかそれもそれで辛いんだよなっていうお声もいただいていて、うん、ただまあ僕らも半年ぐらいかけてじゃあずらした時にどういう影響がある出るんだろうっていうのは全部一旦見積もりまではしました。どういう対策をしなきゃいけないか、はい、とはいえ一回それらを全部適用してから、いやなんか声フィードバック的にはいやいや元の方が良かったってなっちゃうと、それを今度また元に全部戻すコストと、うん、まあ、6.2 だけちょっとおかしなことになっちゃうので、今回は今までのシステムというかアラガントームストーンとか武器交換防具交換の数字とかを一切いじらずに、はい、そのまま単純に1週間ずらしてあるので、はい、ぜひもう今後このまま行ってほしいと、ずらしてほしいと、うん、ただここの経済状況だけもうちょっとなんとかしてほしいとか、アイテムレベルがちょっと上がりすぎてやっぱり霊式がちょっと簡単に思えてしまったんでもうちょっと調整してほしいとか、はい、その辺をぜひフィードバックいただいて今後の大きな流れを決めるためのパッチにさせていただきたいので、ぜひですねフィードバックをいただけると大変助かります、うん、よろしくお願いいたします、はい、そうなんですよね、うん、意外といろんなところが影響するはずってことなんですね、うん、とはいえですね、はい、今回の霊式ね、はい、結構むずいまあ IL がそういう意味だと普段より1週分稼いでから、うん、まあ、ある意味2週分稼いでからいけるということになるじゃない、はい、まあ、翌週火曜オープンだとすると、はい、その週明けてリセットされた450も突っ込んで900持った状態からいけるから、はい、まあ、新式もね、うん、十分揃えられる時間いっぱいあるだろうし、武器もそうだし、とはいえねちょっとむずいんじゃないかなっていう気はしてます。なんでちょっと難しくなったかは、はい、まあ、やってもらえば、まあ、まあこれまあこうだったまあそうかなみたいな、うん、
結構新しい目のギミックが多いので、ほう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 、まあ、ぜひ、あのとはいえ本当 Z とかまでやってるわけじゃないんで、うんうん、ワイワイ楽しくやってもらいたいですけど、サウンドも今回大変だったんじゃないの、ね、あ、大きくねずいた、めちゃめちゃ大変だったしなんで、まあ、ちょっとね、さすがに僕もチェックでね、1日、うん、なんか2時間で1日そうやりますみたいな、はいはいはい、まずギミックの説明からですみたいなのが辛くなってきた、うん、お頭に入らない情報量が、そうか、いや、まあ、とはいえあの楽しめるものになってます、うん、ぜひ挑戦してみてください、はいはい。そしてこちらもスクリーンショット、スクリーンショットがね、まあ、さっきねトレーラーにもありましたけど、はい、1点追加でお持ちしました、ご覧ください、うん、ね、何さんが何のクリスタルを見てるのか、あらあら、気になりますね、意味深そうですね、意味深、この床の線にも意味があるつうか、もう真心ラインの一部が出てる、あっ、なるほど、うん、この線にもね活用することになるであろう線、どっちかって言ったらあの線覚えておいた方が大事な線だった、そうそうはいはい、ということで新たなレイドダイですね、はい、よろしくお願いします、はい、では続いてどうぞ、そしてですね、新たな現討滅戦として、うん、いわゆるリバイバルですね、レベル90リバイバルとして、はい、今回は、現魔神セフィロと討滅戦ということで、おそらくですね、新生以降作ってきた、いわゆる討伐討滅戦の中で、はい、ここまでが、なんていうんですか、僕らもイケイケでこう難しいのでいいじゃんみたいな、でこの後ぐらいからもうちょっと気軽にいけるようにしようぜって言って、ね、もうここがある意味ピークかもしれないですね、あ、でもこれはかなりむずいっす、とはいえマーカーが結構昔の作ったマーカーで、うん、あの最近のルールにのっとってないやつとかは全部今回手を入れて、はい、マーカーを共通にして、今時マーカーとか、そうですね、あのとある攻撃でなんでこれ距離減衰までついてんだみたいなやつは距離減衰をなくしておいたりとか、はい、ある程度は優しくはしてありますけど、 IL ガチ固定でバランス調整してるんで、なんか雑魚フェーズとかはちょっと気をつけてください、うん、勢いに乗るとあっという間に大爆発が、ね、ことがありますんで、ぜひ楽しんでください、はい、はい、ありがとうございます。では続いてまいりましょう、はい、続メインクエスト回収、はい、引き続きですね、コンテンツサポーターにどんどん対応していくということでですね、うん、メインクエストの回収を引き続き続けております、はい、メインクエストで訪れるダンジョンのうち、まあ、こちらに書かれている、今回は 1,2,3,4,5 ダンジョン、はい、5ダンジョンがコンテンツサポーターに対応されております、うん、で蒼天のイシュガルドに入ってからはですね、はい、結構あの神殿騎士の皆さんとか、うんうん、あと結構4人旅みたいなところがシナリオ上でね統括されてたんで、はい、まあこういうシーンが見たかったんだよなっていうところは、なんとボスのギミックまで変えカットシーンまでちょっと作り直したぐらいにして、お話がちゃんと通じるようにしつつ、行きたい NPC と行けるという形にしてみましたので、うん、ぜひですね、一度は蒼天が好きだったという方は確かに行ってみていただけると高まるに違いない、はい、良いかなと思います、はい、そしてですね、完全にユニークコンテンツとしてまあ、リッドアーティンさんもそうだったんですけど、はい、あのコート・イシュガルド防衛戦をですね、シナリオの、はい、クエストインスタンスバトル、うん、大規模なクエストインスタンスバトルとしてソロで遊ぶコンテンツになりましたので、はい、こちらはですね結構 NPC の動きも含めてですねかなりド派手に、リニューアルまるっと完全にリニューアルされておりますので、はい、これはあれか強くてニューゲームをやらないと遊べないかな多分メインのメインソロバトルだからそうでしょうね、そうですね、はい、時間がある時にでも、うん、あの見ていただけると良いかなと思って、はい、はい、
で、そしてですね、禅王モグルモグル、はい、消滅戦、これおそらくコンテンツサポーターで新生からずっと遊んでいくと、うん、初の8人コンテンツ、はい、必須でになるとになるんですけど、うん、これを、程よく、はい、程よく楽しめる難易度にギミックも含めて全てリニューアルいたしましたので、こちらも、こちらは別にあれかマッチングで行こうと思って、これはそうですね、行けますね、もう表紙抜けするぐらいね、優しく分かりやすく、あのというバトルになっておりますので、エントリーモデルに、なりました、リニューアルされたんですね、ぜひ、はい、ぜひぜひ、そうね、これもそうです、せっかくだからどう変わったのか見てみると面白いかもしれない、そうですね、はい、悟空とかそのままです、はい、はい、ノーマルが、あくまでもノーマルが変わったやつですね、はい、そしてこちらもですね、関連スクリーンショット1点お持ちしておりますのでご覧ください。ポートイシュガルド、うん、防衛戦、そうですね。そうですね。ちゃんとね、うちのチームの皆さんね、こういう宣伝素材撮るときいいですよね。ちゃんとヒロシが選手やってる、確かに確かにっていうね、時代にあった。そうなんですよ。ちゃんと NPC たちも活躍しつつ。うん、結構ねラスト付近派手な演出とかもいろいろありますんで、そうね、はい、トレーラーにもそれらしきシーンがありました、ありました、ありました、あれでもね、はい、実際にね見るとねもっとすごい、おお、ちゃんとなんていうの、順番というか流れがあってああなるんで、あれはねすごくよくできてたので、なるほど、ぜひぜひ、はい、ぜひともお時間を見つけてぜひともやっていただきたい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では続いての項目参りましょう。はい。はい。続いてはジョブ関連調整、まあジョブの PVE のね、うん、もちろん調整もやりますし、はい、PVP に関わる調整っていうのもやります。うん、で、まあどんな内容をやるかっていうのはちょっと後ほど別立てで用意しているので。はい。ここは一旦流しでいいですか、うん、はい、では続いてまいりましょう、はい、続いてはで、まあ一行で無人島開拓って書いてますけど、ね、いよいよですね、無人島開拓がパッチ 6.2 と同時に開きますので、はい、これはね今日の、後半かな、後半ですね、 PLL 第72回 PLL、はい、今日の後半で、実機を交えて、うん、ちょっとお伝えしていこうかなと、はい、結構特殊ルールがありますので、ちょっとコンテンツのチュートリアルが序盤あるんですけど、はい、そのチュートリアルの流れに沿って少し進めて、うん、まあ皆さんもやることになるとは思うんですけど、はい、ちょっとその中でも注意点をいくつか交えながらやれることっていうのをご紹介していこうかなと、はい、よろしくお願いします。ご期待ください。はい、そしてこちらもですね、完全新コンテンツとなるバリアントダンジョン、はい、うん、まあ、説明が難しい、分岐があるというか、はい、何度もルートを変えて探索をして、うん、一つのこう物語を完成させていくみたいな、カジュアル寄りの、うん、コンテンツ、これ1人でもいけるし4人でもいけるっていうのがバリアントダンジョン、はい、そして同時実装となるのがアナザーダンジョン、うん、こちらはですねルートは固定なんですけど、いわゆる4人で少人数でこの難易度やりたいんだよという声にお答えしてですね、異分という、はい、アナザーダンジョンと、ね、異分霊式っていうもう一個さらに、難易度があります。でこちらもですね今日の後半で、はい、実機を交えてでお見せします。そうですね、初めてのコンテンツなのでちょっと実機を交えて、はい、雰囲気遊び方等々お伝えしていこうと思ってます。はい、ご期待ください。では続いてまいりましょう、はい、続いてです。はい、ちょっと遅くなってしまいましたが、アドベンチャラープレートとポートレートが、アップデートされてですね、いよいよベータ版だったものが正式リリース版になります今回、うん、6.2 で。でただですね、まあ、今現在皆さんが作成済みのポートレートに関しては、まあ、あの前回の放送でちょっとなくなります、はい、ごめんなさいという話をしたんですけど、なんとかできるようになりましたので、よかった、
アドベンチャラープレートに設定したポートレートおよびギアセットに関連付けしたポートレートは引き継がれるので、はい、あの残しておきたいよってやつはあのアドベンチャラープレートにもう紐付けしておくか、うん、ギアセットに紐付けしておいてください。そうすれば、保全できるようになりましたので、はい、これはぜひつなげておいてください、はい、あの書いてある通りですが紐付けてないと失われてしまいますので、うん、そうです。ギアセットに紐付けるのをお忘れなく、はい、準備としてやっておいてください、はい、よろしくお願いします、はい、でまあどんなアップデート内容かというのをですね、うん、今日話していると時間がなくなってしまうので大変恐縮なんですがあの非常に分かりやすく使いやすくなりました、はい、その詳細はですね前回のプロデューサーレターライブでお伝えしておりますので、うん、ぜひアーカイブでご確認いただけると助かります、はい、よろしくお願いします。はい、はい、それでは続いての項目参りましょう。はい、その他のアップデートに参りますが、うん、新たなアラガントームストーンインガが実装されます、そしてですねあのいわゆる新式装備も今回、追加となります、はい、それから他のプレイヤーへの修理依頼、うん、でこちらはですねコンテンツ内でも外でも内でも外でも依頼可能になりますので、はい、あの突入してね、よく固定であるんですけどね、突入してみてみんな薬あの食事ガブって食べた直後にうわ修理してなかったとかってなった時にぬぬぬぬぬってなった時に、まあ、修理依頼を出していただければ感情の中でまで解決できる、できる、それからですねアクションリスト、はい、こちらはですね各ジョブのアクションが結構、うん、複雑になってきているということでですね、今回コンボルートをツリー表示するっていう、仕組みを新しく実装しまして、どのアクションを使ったら次はどれを使えばいいっていうのが、うん、結構視認性良くなりましたので、はい、ぜひこれから新規で始める方はですねアクションリストを見て、あこの順番で使っていけばいいんだなみたいなのを、でもちろん今までの表示の方がいいという方のためにですね今までの表示もできるようになっておりますので、うん、こちらもですね前回の PLL かなで画面もあの雑誌、はい、ご紹介したはずなの で、 そうです、ね、ぜひそちらを合わせてご覧いただければと思います。ご覧ください、はい、おいではまだまだございます。続いてです、はい、採掘師園芸師漁師の生鮮にレア素材を追加しておりますが、うん、まあバトル向けの製作品には使用しないので、うん、あのちょっとそこが面倒くさくなりそうだなというのは、うん、あのならないようにはしてございますので、レア素材という遊びが追加されております、はい、さらにですねリクエストを非常にたくさんいただきました、ミラージュドレッサーの数の拡張ですね、うん、今回400から一気に倍の800まで増やすことができましたので、はい、ドレッサーが800個入るようになります。はい、いう感じですね。計画的にご利用ください。そうですね、あのとりあえず倍になったからって何でもかんでも入れといてよっしゃまた足りねえぞではなくてですね、たまにはこう断捨離していただけると大変助かります。いい助かりますよ。お願いします、はい、ぜひよろしくお願いします。なんだ入るから何でも入れるじゃなくね、これはもう、ね、大事ですから本当に。お願いします。はい、そしてリターントゥイバリス関連の、クエストの順番を一部調整してます、まあ、これに伴ってねあの受注できなくなるクエストというのがありますので、うん、ご注意ください、はい、さらにですね、はい、ちょっとお伝えしておきたい、うん、こう次のは新しいお話ですね以前から次の拡張パッケージである 7.0 に向けてグラフィックスアップデートをやっていきますよというお話をしてたと思うんですけど、全てを全部 7.0 で入れてしまうとですね、あの当然デバッグも大変ですしバグった時いろいろ問題なので、先行投入するものがあるので、今回パッチ 6.2 で先行投入するグラフィックスあの関連の処理アップデートのお話をちょっとお伝えしておきます。はい、お願いします。ですね、あどうぞ。そう、うん、グラフィックス処理の最適化対応をあの先行実装したので、はい、あのこれはですね皆さんが何かする必要はないです。あGPU に高負荷がかかった時に、まあ、フレームレートが落ちてたんですけど、うん、このフレームレートの低下を抑制
したので、あのもちろんあの皆さんのねお使いの PC はスペックバラバラなので、うんうん、いやいやなんか相変わらず落ちる時あるけどってなるかもしれないですけど、あの今までよりは落ちなくなります、フレームレート改善されます、うん、でこれはね、プレイステーション側もそうです、はいはい、全体的にフレームレート落ちが抑制されていくようになります。はい、で次こちらはですね、ダイナミックレゾリューションという動的解像度機能をですね、今回ちょっとベータ版として実装させていただきます。一通りのデバッグは終わってはいるんですけど、皆さんの環境が、まあ、ものすごいたくさん、あの PS4、5あのは別なんですけど、うん、Mac や PC とかは結構環境バラバラなんで、うん、あのちょっとベータとはさせていただきたいんですけど、何のこっちゃとダイナミックレゾリューションとは何かね、はい、吉田という方にですね、次のあの行をちょっと出しましょう。はい。GPU、コンピューターにはですね、PC には、まあ PC じゃない、PS4 にも PS5 にもあるけど、GPU と CPU っていうのがあります。うん、で、GPU っていうのは、グラフィックス主に司ってる、はい、チップだと思ってもらえばいいんですけど、うん、GPU がものすごい高負荷になってきたなとなったら、その画面の描画解像度を動的にちょっと下げます。ははで、GPU 余裕ができてきたら解像度上げますっていう、これを今までだとちょっと重いから解像度自分で下げようかなみたいなのあったと思うんですけど、はい、システムコンフィグでやる操作、そうこれをですねスイッチオンにしておくとですね、重くなってきたらスッて解像度を実は勝手に下げます。 UI の配置はそのまま、うん、あの 3D 画面座標の描画だけを解像度を動的に下げて安定してきたらまた戻すみたいな、うん、これをダイナミックレゾリューションって言うんですけど、これを実装しておりますので、でこれはですねコンフィグ、まあもちろんね今までのもう全然ハイスペック PC 使ってるからないらんわ、はい、ずっと固定解像度で十分なんだっていう人は、うん、あのやらなくてもいいようにスイッチ式にしてあります。なるほど。なので、オンにすると、うん、この機能が動作するようになりますんで、はい、ちょっと少しでも試してみようかなとか、はいはいはい、ちょっとフレーム落ちあるんだよねみたいな方はですね、オンにしていただけるとより快適に、よーく見てると分かります。あよーく見てるとなんかねすごく抜けたエリアで、うん、人が向こうにたくさんいるところに向かって遠くからねゆっくりウォークでねこう歩いていくとあ今一瞬解像度落ちたみたいな、で抜けるとねスッとスッと、本当あのよーく見てないと分かんないですけど、はい、うまくとにかく、うん、できるだけカクつかないように、はい、勝手にやってくれると、はい、いうことなんですね。あ面白い。なんでもう何もわからんわ、はい、よくわからんという方はそのままにしといていただければ、まあまあ確かにスイッチオンにしないと実行されないので、なるほど、はい、まあぜひぜひ試してみてください。はい、はい、ありがとうございます。はい、というところで続いてのブロックに参りましょう。続いてはこちらです。どうぞ。はい、のジョブ関連調整ということですが、なんでなんかコメントで 7.0 が6年後とかいうコメントが出てる。なんでどうしたの。わかんないわかんない。なぜなのよくわからん。6年も7.0作るのすごいものができそうですね、うん、超大作だ。あの朗読会どころじゃないですか。わかんないなんかいきなり出てきたんで。どうしたの。まあ、いいよ。会場、まあ、だからといってさ、いつですとは言えないからさ、まだ。確かにね。6年はかかんないです。全然。そのための一言だったのか。いや、そんなわけねえわ。ポロリっていう。ちょっとジョブ関連調整、はい。ジョブ関連調整戻ります。方針ですね、これね。お伝えしておきます。はい、はい、お願いします。まず、PVE。モンスターとのバトルに関しての調整なんですけど、うん、まあ、あの大改修はね予定してたのは取りやめますというお話をさせていただいたんですけど、はい、大改修ではないものの、うん、もちろん複数のジョブを調整予定になっております。
で今回でかいのが、はい、あの皆さんのご要望もあったので、うん、我々もよしやってみようということでですね、パッチ 6.2 から、はい、各ジョブに対してどういう意図で調整をして、うん、どういう意図だからこのアクションにこういう手を入れたっていうところの、ジョブ調整の意図っていうのをですね、はい、ちゃんとテキストで公開させていただこうと思ってます、はい、でこれどうしてもやっぱ僕のコメントだと放送生放送になっちゃうので、まあ、足りないところとか偏るところとかっていうのが出てきてしまうので、うん、まあ、それをちょっとちゃんとやらせていただこうかなと思ってます、はい、でもちろん、うん、あの全ての方がそれで納得いくとはやっぱ思ってないんですね、はい、まあ、実際触ってみないとわからないことっていうのもあると思うし、うん、あの人によってほら望む調整ってやっぱり違いはするので、はい、とはいえあの開発の意図が見えることによって少なからずああまあなるほどねって納得する方っていうのも出てはくると思ってるので、うん、あのまあみんながその納得100% 納得しないんだったら出さなくたっていいよねじゃなくて、はい、あのそういうつもりで出していこうと思ってますのでよろしくお願いします、はい、でこれパッチノートの本公開のタイミングで、はい、ジョブガイドの方に各ジョブそれぞれ調整が入ったジョブに関しては意図を出しますし、まあ、全体としてこういう意図で今回6点には調整されてます、うん、さらにこのジョブの調整はこうですっていうのを出していく予定ですので、ぜひそちらをご確認いただければと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい。そしてですね、今日お伝えしておくのがですね、はい、クリティカルとダイレクトヒットを調整します。うん、内部的なあの計算式を調整しますよという話をしてきたんですけど、はい、固まりましても実装も終わってチェックも終わりましたんで、お伝えしようと思ってます。はい、まずこれまでです。はい。どうぞ出してください。クリティカルとダイレクトヒットが確定するアクションっていうのが、うん、まあありますね、ありますよね、はい、いくつかのジョブのいくつかのアクションで、うん、あのクリティカルダイレクトヒット確定になります、うん、でこれあの他の、ジョブが使ってくれた例えばクリティカルとかダイレクトヒット発動率アップ、うん、バフデバフ、はい、っていうのがまあちょっと恩恵がないよねと、なぜなら確定なんだ、確定だからね、はいはい、そうですね、っていうところがありました、うん、でこれをですね今回次どうぞ、クリティカル、うん、ダイレクトヒット確定アクションの場合は、はい、それらのシナジー、まあ、バフやデバフを受けた時にですね発動率アップの代わりに単純に余ダメージが上昇するっていう効果を、実装できましたので、なるほど、単純に火力が上がります、うん、なので今までだと発動率上げられたところで俺ら確定だったから固定値なんだよねって言ってたところが単純に上がることになりますので、はい、うん、なるほど、あもうこれはあの何か皆さんの方で変える必要はなくてですね、うん、今まで逆にそのクリティカルダイレクトヒット確定アクションの時に他の、あのパーティーメンバーとのシナジー合わせみたいなことしてもあんまり恩恵ないよねって言ったのが単純に上がることになる、はい、なるほど、なるほど、はい、で確定アクション以外への効果はもちろん従来のままなので、うん、そこはご承知おきください。はい、でこれに合わせてですねもう一個、うん、はい、次の画面お願いします。ダイレクトヒット確定のアクションはですね、うん、自身のパラメータダイレクトヒットによる恩恵がなかったんですね、はい、あのサブパラメータのダイレクトヒットを上げても、まあ、確定だしみたいな、で確かにダイレクトヒット確定アクションを使った場合は、はい、ダイレクトヒットの値が高いほどダメージを与えるように仕様変更しておりますので、あダイレクトヒット積む意味ねえじゃんっていうのはなくなります。積んだなりの、積んだなりのはあるよ、積んだなりの、あなのでちょっと悩みが増えるかもしれないんですけどある意味ね、いろいろまた研究していただけるんじゃないかなと思いますので、うん、ぜひ確かに、はい、でまあ、確定アクション以外への効果は従来のままなので、はい、こちらもあくまでも確定アクションについて、そうですね、なのでちょっとあの今までとは変わりますので、はい、少し皆さんでね情報交換しながらやっていただけるとよりねこうジョブによってのそのどのマテリアをどれぐらいつけようかみたいなところも、はい、深みというか幅が少し広がるんじゃないかなと
思っておりますのでよろしくお願いします。はい、で改めてですが、あの各ジョブの PVE に関わるジョブの調整に関しては、うん、パッチノートの本公開と同時に出す意図説明の方に、はい、あの変えさせていただきますので、そちらをぜひご参照ください。はい、また、パッチノートが出るタイミングでご紹介していきます。はい、よろしくお願いします。ジョブガイドの方に出ますんで、あの一応パッチノートからもねリンクは、はい、あのしてもらうようにはしますが、よろしくお願いします。はい。さて。では続いては PVP のアップデート。はい、次お願いします。はい、PVP アップデートです。はい、PVP のアクションももちろん、言っちゃっていいですよ。調整されます。うん、でこちらはいろいろ細々調整が入っていくので、はい、こちらに対してもちゃんとテキストを出していこうと思ってますので、うん、よろしくお願いします。はい。そしてですね、ヒドゥンゴージついに再開になりますが、ずいぶんちょっと、はい、そのまあできる限りの一旦調整は入れてはあるんですけど、うん、かなりちょっと雰囲気が今までのとは違っているかもしれないので、なるほど、これはまたぜひですね皆さんにちょっとフィードバックをいただけると、ヒドゥンゴージ用の調整をさらに当てていこうと思いますので、うんうん、よろしくお願いします。はい、はい、お願いいたします。であとはですね、うん、PVP シリーズ2がスタートしますので、そうでした、今クリスタルコンフリクトがシーズン2ですけど、はい、シーズンとは別のシリーズ 86.1 期間中ずっとやってたあのシリーズが今度シリーズ2がスタートしますので、うん、はい、全報酬、一新されております。でシリーズレベルとシリーズ EXP はリセットとなりますので、ぜひですね、楽しみ、これはいろんな PVP コンテンツをやっていただければ貯めていけますので、はい、うん、新たにですねまた結構いろんな報酬ご用意してありますので、うん、はい、でそのシリーズ1の報酬やべえまだ取ってねえ全部、はい、っていう方もご安心ください。一応シリーズ2の間はシリーズ1の報酬もねちゃんと交換できるよ、はい、これがただシリーズ3になってしまうとシリーズ1の報酬は取れなくなってしまうので、まあまあまだ大丈夫って言ってお早めやらないように、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そしてまだまだ今日は PVP アップデートございますね、はい、クリスタルコンフリクトが、パッチ 6.2 と同時にシーズン3が開幕となります、うん、はい、でこちらがですね結構変更点がございまして、はい、お願いします。まずクリスタルコンフリクトのランクマッチ、うん、はい、シーズン3からランクマッチです、これ変更点がございます。はい、でこれまではですね階級のその昇格、うん、まあ、階級が上に上がるっていうのがですね全てこの、まあ、常に上行って、はいはい、上行ったら落ちませんよだったんですが、はい、クリスタルからダイヤモンド、うん、ダイヤモンドからプラチナという上位2ランクだけ、うん、降格を作ることにしました。おまず一旦ちょっと聞いてください、ね、はい、でこれはとにかく、うん、もう上がったら上がりっぱなしで、はい、とりあえずどんなジョブでも出しちゃえばいいやっていうで結構クリスタル帯の何、うんうん、ていうんですか、マッチングがのそのプレイヤースキルがのばらつきがすごいので、ちょっと真剣にやろうと思ってるんだけど、はい、なかなかできないんだよねっていうところがあるので、ね、クリスタルのポイントゼロで負けると、うん、ダイヤモンドへ落ちると、うん、でダイヤモンドも、プラチナへ落ちるっていう、はい、これによってちょっと上の方を、うん、しっかりしたそのモチベーションの高い連動の高いこうマッチングにしたいという意図があって、うんうん、はい、こうさせてもらってます、うん、でただほら下がらないからやってたんじゃないかとはいはい、はい、この声はねすごくあると思うんです、うん、あじゃあまあ先にちょっとそう、ね、中身だけ、はい、次どうぞ。こうなりますどうしようでどうなるかというと、クリスタルで0ポイントの状態で負けますと、はいはい、
ダイヤモンド1の星2つの状態。下がってしまいます。っていう。下がってしまいます。はい。で、同様に、はい、ダイヤモンドの星なしの状態ですね。星ゼロの状態で。そうですね。ダイヤモンドの5の状態で、仮に、さらに星がないという状態で負けると、プラチナの1に降格するということになります。はい、となります。はい。はい、うん、で、はい、さらにですね、続いて、ちょっとこれは申し訳ないんですけど、はい、シーズン3では、この、高級っていう概念、はい、上位2ランクに高級っていう概念を入れることに伴ってですね、うん、階級を持ってる全キャラクター、ブロンズ3、勝ち星ゼロの状態からのスタートとさせてください。はい、改めてあのランクの状態を取り直すっていう意味でこうさせていただいてます。はい、でここで出てくるんですけど、うん、いやこれで僕の周りでも結構開発でも今まで PVP やってなかった、はい、苦手だったんだよねっていう人たちも結構やってくれてるポイントの一つに、うん、あのコツコツ頑張ってやっていくとその上がっていけるっていうところがでかかったんだよねっていうのはすごく、はい、あの言われていて、うん、もうそれは確かにそうだからこそ降格なしにしてたので、はい、で今回シーズン終了時の階級とか、うん、それからクリスあのランキングに関しては、はい、うん、最高到達地点を、報酬の獲得条件とかにします、うん、これって伝わりますよね。一度でもだからクリスタルまで行けば、うん、クリスタルに上がったっていう証が生まれ、はい、クリスタルのに到達した報酬クリスタル以下の報酬は全部もらえるので、うんうん、もうとにかく一旦クリスタルまで目指すぞっていうのでいいと思います、うん、で、上位今度はクリスタルポイントクリスタルに上がってからポイント争いするぞっていう時にですね、はい、あのまあこれもちょっと一回やってみないとってところはあるんですけど、うん、こう溶かした時の、まあ、まあ別に僕が溶かしたからそうしてるっていうことじゃないんですけどその出していかなくなっちゃうんですよ。もういいかな、はいはいはい、もうこれでいいかなみたいな。確かに。もうなんかこのスコアでもうやめとこうみたいな。リスクを取ってまでやることかって考えちゃう、ね。そうなんですよ。はい、なのでもっとこう降格があるからやっぱり上手い人プライドある人って降格はしたくないから、うん、やっぱりきっちりあのカジュアルで練習したり、はい、それこそカスタムで練習したりしてあのランクマには自信のあるジョブ出していくと思うんですけどそれでもやっぱりこう控えるってことにならないように、うん、とにかくあの最高到達点を上げていこうっていう考え方になれば、はい、なんか絞らなくてもいいやっていう、うん、であとやっぱりシーズン終わりとかにもうちょっと出すのやめとこうみたいな確かにならないと思ってるので、うん、この形にさせていただこうかなと思っております、はい。またこのあたりもちゃんと皆さんのデータを拝見しつつ、うん、フィードバックも拝見しつつもしかしたらまた変えていくかもしれませんが、はい、シーズン3ではこういった形にさせていただきたいと思っております、うん、はい、よろしくお願いします。そしてまたございますさらにですね、はい、マッチング、はい、クリスタルコンフリクトのランクマッチのマッチング関連の調整を行っております。はい、でまずマッチングする、まあ、その高級っていうのを入れたこともあるので、うん、マッチングする階級の幅っていうのを全体的に今回調整を行ってます、うんうんうん、でしかもなんですけどこれ今までそのマッチングのこうどこからどこまでみたいな敷地って、はい、パッチがないとちょっと変えれない仕組みだったんですけど、うん、メンテナンスとかパッチなしでですね、はい、プレイヤーの皆さんがまだ用意どんで始めた頃下の方でゴリゴリマッチングして上の方なかなかマッチングしづらい、うん、だから上の方ちょっと幅広めにマッチングするようにして、うん、クリスタルの人が増えてきたらあのクリスタルだけでマッチングするようにしたりっていうのを柔軟に変えれる仕組みを今回作りましたので、うん、マッチングの幅を広げつつあのプレイヤーの皆さんのこうランク動向を見ながらあの動的に変えていこうかなと思ってます。はい、はい、であとですねさらに、詳しく言っちゃうとあれだからあれですけどマッチング成立後の事態とか、はい、
試合中の途中退出に対するペナルティを今回強化しておりますので、うん、なんかこうね申請合わせしてそうだなみたいな、まあ僕らもログ見てあの対応はしてってますけど、はい、ちょっとこれはあのそんな気楽じゃないよっていう形にしてますし、うん、まあちょっといろいろ裏であの変えてたりしますんで、はい、さらに取り締まっていこうかそうですね思っております。はい、よろしく、よろしくお願いします。さらに、はい、もう一つございます、はい、クリスタルコンフリクトランクマッチシーズン報酬の調整っていうのも、うん、こちらはすでにあの告知させていただいておりますが、はい、到達順位到達階級以下のこれ、うん、ほらクリスタルまで行ってクリスタルの報酬もらったけどダイヤモンドもらいたかったらダイヤモンドで止めなきゃいけないじゃんみたいな最初仕様だったんですけど、こちらは 6.2 で到達した階級以下のものは全てもらえるという仕様にしておりますので、はい、これあのシーズン1の報酬も同時に取れるようになりますので、ぜひですね途中で止めておくってことのないように、うん、あの止めておかなくてもいいです。これちょっと、告知も出させていただいたんですけど SNS と拝見してたらあのそこなんとかせえよって声がいくつか見えてですね、はい、あのなかなかちょっと伝わってないのですいません、改めて到達した以下の報酬は全て取れるようになりますので、うん、ぜひですねあの上を目指してとにかくプレーをしていただければと思います。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。といったところまでで PVP アップデートでございました。はい、はい、それでは続いてのブロックに参りたいと思います。次はこちらです、どうぞ。おバンマデンパンデモニウム煉獄編、うんうん、ということで、まずは、うん、どっちが実機が先でいいんですよね。はい、実機が先、ついに実機のコーナーが参りました。いいですかね、さて、何を見せていただけますか。はい、今日はもちろんリリース前ですから、開発サーバーに内でご覧いただくわけですけれども、安全安心にご覧いただくための準備を今吉田さんまずは進めてますので、 IC マスターそうそう、ちょっといくつか聞き慣れない、一部の方には聞き慣れた呪文が吉田さんの口から出るかもしれませんが、これでスルーしていただきます。一人コンテンツでも一人で入れるようにね、便利なコマンドが用意されてるんです。ちゃんと吉田さんの合図があれば切り替えます。ちょっと待ってね、まだまだ、はい、カットシーンが怖いよ。どんどんカットシーンが怖いよ今突入したところです。空から親方降ってきた違う親方降ってきちゃったんですか。でもコメントでそいつはい、ダメだ、ターゲットすると名前が出る。ああ、なるほどね。はい、じゃあよろしいですか。じゃあ行ってみましょうか。はい、じゃあ実況お願いします。うん、おる、なんかおる、見てこの殺意あふれるトゲ、すごいですね。あ、あ、ん、BGM に反応される方もいっぱいいる。なんとですね、はい、カーバンクルさんです。プロットカーバンクル。カーバンクルさん。ちょっと我々の知るものとは違います、ね。もともとこうだったんだと思うんですよ。そうか、そういう世界だった。なるほど。そうそう、もともと多分カーバンクルとはこういう創造生物で。なんかやべえのできちゃったからそのパンデモニウムにそっかそっか、ここにいるってことはそういうこと、ね、ここにいるっていうことはそういうことですね。わあ。で、なぜ今あんなにこう愛らしいこう召喚獣というか、はい、感じになったのか、これね、よくほらコメントでも流れてるんですけど、山に捨てられたカー君がこうなった逆ですよねそうね、って山に捨てられたのそんな昔の話じゃないんでそうね
そうか、すごいな。そうなんです。原種恐るべし。あのね、可愛さのかけらもないです。ないですね。ちなみにバトル中も可愛さのかけらもないです、はい、そっか、そうですよね。ボスだった。何層かのボスにいらっしゃる。で、狭いっていうコメントがあるんですよ。狭いでしょ、はい、狭いの理由があるんです。あるんだ、うん、床には何かさまざまな模様なんだろうね、取れる何かがありますね。この斜めのラインとね、ね、そのなんだこりゃ、その羽のようなプロペラのようなものも何でしょう。ちょっと狭くて地味っぽいじゃん。なんかあるんですよ。いや、狭いのは良くないと思うな。でもこのあっつ、うん、ゆっくり歩き始めた。いけ。すごいな、カーバンクルの一撃が重そう。あ、これで一つ目のギミックはみんな避けられるね。なるほどね。そう、よかった。そうね。まあそうね。かといってこっち向いたってことは、まあ、まあまあまあ。半分になりましたが、これどういうこと？あ、あ、なるほどね。なるほど。作詞。あ、あの続きは見せないよっていう強い意志を感じました。あ、あ、まあまあこう狭きゃね、ついつい外踏んじゃう時もありますね。まあというわけでですね。まあ、狭いのにも意味があるし、うん、なんか壁が出てきたのにも意味があるし、まあそうですよね。そうなんですよ。そうか、うん、見たことないことをさすがにしてきますな、うん、曲もまあいい感じなので、はいはい、もうぜひですね、うん、テンション高くやっていただけるとよろしいかと思います。おお、俺は楽しそう。まあ言うてこれね、ノーマルですから、ね、そういうことですよね。レーシーじゃないんで、別に誰もレーシーの話はしてないんですよね、まあ今回もしっかり4層ございますし、はい、ね、4層も結構大変なことになっております。いいコメントがありました。んこれ召喚させてよっていう。これですか？強ない？強そうですね。強ない？これ召喚できたら強そう。いやだってこれあれだよ、パンデモニウムに隔離されてるというかさ、はい、イデアとしてどうなんすってやつだから、ね、よっぽど改良しないとこれ呼べないんじゃない？呼んだとしてもなんか暴走しそうじゃない？すぐ切れそう、うん、はい、はい、というわけでまあちょっとねざっと雰囲気なんですが、煉獄編第1層がこちらになりますので、まあまあ結構バラエティに富んだ敵と戦っていただくことになりますので、はい、ドラマ性とともにですね、バトルの方もぜひお楽しみにしてください、ね、はい、はい、どうぞご期待ください、はい、ということで、バンマーデンパンデモニウム煉獄編の中身をご覧いただきます、はい、では私は退場します。そうですね、安全に。あ、せっかくだから、そう、せっかくだから、あ、前半まだちょっともうちょっと時間、もうちょっとありますよ。別にタイムキープするわけじゃないもんね。報酬？あ、報酬。なんかちょっと出せるやつ。はい。出せる？お、紙の。まで結構言ってきたよ。紙の束を手に取りました。まず。はい。まず。新式。あ、新式。新式です。新式です。今回もですね、ごついというかね。は、最近ね、キャラ班のね、スキルアップもすごくてですね、確かにゴツ、これ新式です、はい、かっこいい。これはタンク、タンクですね、はい、リーパーだともうメールですねこんな感じです、ね、あ、いいな。誰だい、エルデンリングって言ってるから誰だい。エルデンリングが発売してから作ったら間に合ってないんだよな。確かに。そうですね。あとは、そうだな。レンジさん。レンジさん。多い。多い。レンジさん、こんな感じ。
はいはいはい。いいです。うん。ヒーラーは頼むってヒーラー。ヒーラーの新式装備。そう。はあ。バイザーはちゃんとオンオフするやつ。はいはいはい。渋いですよ。渋い。いいです。シックなラインになりますな。大体そんな感じ。はい。キャスも見せておく？お、これ赤間なんだ。キャスターズ。これも新式ってことですね。そうそう。新式の。はい。で、で、アラガン・トムソン。あ、トムソン。インガ。インガ。はい。インガ装備。お、ブッタン。へえ、なんかおしゃれ。で、今日いっぱいありますね。インガの、お、文句ですね。ほほう。いいですね。かっこいい。わぁ。どれだ、どれだ、どれだ。みんな装備をご覧いただいております。ロー、ロー、はあ、忍者。文句そうです。袖あるないって。これね、これな、まあなんか、うん、SS もよく取れてるから出してる。みんなのキャスね。ね、このポーズが、ね、よくできてる。かっこよ。かっこいい。で、で今回はですね、レイドがですね、多分ね、あなた好き系でしょうか。私大好き。これ今回ね、ちょっとレイドシリーズはこれ初めてちょっと試みなんですけど、こういうですね、VFX がいろいろくっついてるやつ、あらららら、を作って、いやいや、やば。5だ、2文字しか発せなくなる病にかかりました。やばしか言えないわ。これメールなんで、竜騎士。すごっ。これがもうどう動くか楽しみで仕方がない。これはもはや敵じゃん。何ボスかっていう話。あのね、すごっ。この装備をつけるとですね、マスクの中が燃えるっていうね、謎の確かにどうしてそうなったっていうところですけど、これはすごい新しい試みものいろいろやってるんですけど、なんでまあちょっと、はい、あのぜひ、いやこれはこれはちょっとこれは頑張らなきゃいけない。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ他のはまた後半別のコンテンツ紹介で、はい、いきましょうか。いや楽しみですね。はい、楽しみです。そして、バンバネンパンデモニウム煉獄編については、うん、あとお知らせもあるんですよね。こちらおがあるので、はい、パワーポイントの方を、はいはいはい、お願いします。ああそうだそうです。はい。はい。ですね、これは皆さんに結構朗報かなと思うんですけど、はい、談笑の、はい、と防具の交換レートに関してのお知らせです。うん、どうぞ、煉獄編霊式2層で獲得できる、あ、まあ、煉獄の談笑第2編、まあ、もうこれ、ね、言っちゃってっけど、まあ、予想ついてるからいいんですけど、はい、今までですね、2層って頭手足が出るんですけど、うん、交換レート高くてですね、うん、意外とですねこれね、溜めづらいというか交換しづらくてしんどかったんですよね、はい、なのでもうちょっと4個にしましょうということでですね、各頭防具、手防具、足防具はですね、
談笑2と4個交換に今回からさせていただいてますので、はい、交換しやすいのではないかなと。あのロット運がなかなかなくてですね、談笑で行くしかないんだという場合にもですね、確かに良くなっております。ぜひ、はい、覚えて、それはお得、はい。で、記載の通りですが、煉獄編より前の談笑とのレートが変わるわけではございませんので、はい、ご注意くださいと。よろしくお願いします。はい。はい、ということで、以上がバンマ電パンデオムニウム煉獄編に関する、本日のお知らせでございました。はい、それでは続いて、次のブロックに行きたいと思います。こちらです。どうぞ。お、新たな有効部族クエスト、オミクロン族のご紹介です。はい、整理してもよいな。はい、お願いします。これから見せるものがどっか行っちゃいそうですよね。こちらも実機でご紹介いただける。実機使います。はい。ちょっとので、今ちょっと整理しておりますのでお待ちください。吉田の机の上並みに見せるものがいっぱいあって、机のような紙だらけ。しかでもさ、はい、iPad はあんのね、我々ここに。そうです、ね、手元にありますね。さ、それでこうさ、自分らパワーアップめっくりすればいいのにさ、なんとコメントを見るためだけに文明の利器を使ってるっていう。そうですね、モニターがね、うん、ちょっと待ってね、これ何ですか。オミクロン族を見せていただきたい。はい、はい、今安全に場所移動してまいりますので少々お待ちください。お、よかろう、大丈夫だろう、はい、じゃあ実況お願いします。お、覚えてます、こちらね。なるほどという方と、うん、覚えている方が多いんじゃないかな。こちらが今回の舞台となっております。あ、で、まあ、ウルティマトゥーレなんですけど、はい、まあ、あの絶望だらけのところで何をしていくかというとですね、うん、まあ、こう絶望しか知らない人たちっていう存在にどう、はい、こうまだ世界には希望があるよみたいなところっていうのを、しかもその絶望の仕方ってみんなバラバラだったから、確かに、はい、これはですね、はい、もう正直言うと 6.0 アフターストーリーみたいなぐらい、徹底的にストーリー作ってありますんで、ぜひですねやっていただけると。だってもうほら、はい、世界連邦の兵士おります。この人 ID でしか見てないでしょ。はい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 、はい、知ってます、 ID レムナントでこの NPC たち。ちゃんと ID であのテキスト拾えるじゃないですか、うん、ここ拾えますね、あれね、改めて読んでおくとね、あ、いいと思います。確かに確かに、2つに分かれてしまったね人たちが、うん、世界を破壊するかのよう、星を破壊してしまうような戦争に発展してしまったみたいなお話じゃないですか、うん、なぜね、どういう末路をたどったのか ID をあのしっかり隅々見ると分かりますので、そこ見ておくといいのではないかなと思っております。そうですね、より深みを増すというか、はい、理解が深まる。でもちろん、はい、進んでいくとですね、はい、どんどんいろんなその種族というか部族というか、はい、が絡んできますんで、この人たちだけじゃないんで、これまだ割と初期の段階、ね、初期です、これ第一段階。ああ、じゃあ本当の初期ですね。でここエーテライトなくて結構遠いじゃんっていう方いらっしゃると思うんですけど、はい、マップ暗いなっていうコメントがあって、はい、ごめんね、ウルティマツール暗いんだよね。そうなんです、それはすいません。ここにそんな場所なんです、トランスポーテーションがあるんで、ここもね結構使うことになるんで、あんまり名前が あれなんですけど、オミクロンベースでも行けるし、はい、ああ、はい、なるほどなるほど、ね、覚えておいてくださいね、これ。
ちゃんと移動が用意されている。フェニーになります。さあ果たして、わかんないよ、あそこのカフェにさラーラーが来て全員消滅するかもしれない。危ない。そうそう。そう答えね。どうなっていくかをですね、ぜひ 6.25 になっておりますので、はい、6.25 ですね。はい、マウントもございます。うん、ございますので。そうか、マウントある。マウントあります。マウントあります。ちょっと一瞬カメラ見てもらって、はい、生画面にしていただいて、何かご紹介いただき、あ、なるほどね。安全に注意しながらマウントリストを確認しております。ですね、はい、椅子が邪魔、いいよ、はい、続きお願いします。ラーラーには乗れないでしょ。ラーラーには、そうですね、ラーラーはダメです。ラーラーはダメです。そうですね、ん、宇宙クラゲと我々呼んでいる、うん、これがまたこいつも一応キャラなんですよ、実は。まあとあるはい、ストーリー中に出てくるんで、はははなんとね、その中に漂うというね、新しい、何この不思議な感じ、うん、これなんぞこれっていうのはやってきゃわかる、やってきゃわかります。なるほど、やってきゃわかります。はい、いいマウントです。捕食されてるようにすら確かに見えるのではという、不思議な浮いてる面白い。服だけ溶けそうって、なんかさ、スライムに包まれると服だけ溶けるっていうのさ多分結構昭和の発想だよ。そうかもしれない。おじさん世代漫画よくあったな。すごい、なんかレベルチェッカーの中に入るのとまた違う感覚ですよね。そうですね、面白そうですね。古くはバスタードかな。やばい、昭和、はい、というわけで、本集もねたくさんご用意しておりますし、はい、お話も非常によくできてますので、ぜひですね 6.25 プレイしていただければと思います。はい、ということで以上が、有効部族クエスト、はい、オミクロン族のご紹介でした。はい、というところで、うん、現在時刻が21時20分ですので、うん、一旦ここで前半戦はここまでとさせていただくのがいいかなと思っておりますが、うん、一旦大丈夫ですか、うん、ポロリ等々大丈夫です。はい、それではここから残りは後半のポロリ、ね、はい、休憩に入りたいと思います、うん、ので休憩は、うん、15分ぐらいなので、優しいね、21時35分ぐらいを目安に再開したいと思いますが、うん、よろしくお願いいたします。で本日の休憩のお供ですけれども、うん、今日はあるんでしょうよ、つい先日公開しました、うん、FF14 の欧米チームで作成したですね、スターターガイドシリーズの動画、ほうほうほう、あとアニメチックなキャラクターでお送りするスターターガイドシリーズ動画というものがございますので、うん、これ全部流すと結構長いので、これをですねちゃんと15分の尺に合わせたとこまで流そうという、休憩15分しかないんでしょ。そうですね、うん、だから、うん、多分3エピソードぐらいまでやると13分らしいので、うんうんうん、まあ、きっとその辺で止めて二重に戻すと、で残りはご覧ください、他別で見てください。そうそう、公式 YouTube の方に全編上がっているものではございますので、はいはい、まだ見たことない方もいらっしゃると思いますから、はい、休憩中に流したいと思います。はい、それでは、21時35分頃に再集合いたしましょう。はい、休憩です、どうぞ。Welcome to Final Fantasy XIV Online. I'm Mayra, a scholar and one of millions of players adventuring through the ever-expanding world of Eorzea.In this series, I'll be introducing you to some early tips to help you get the most out of your adventure. From character creation and basic game mechanics, to dungeons, boss battles, and more. And it just so happens I've got a friend eager to start his adventure today as well. Let's recruit him, shall we? Oh! All right, thanks for the invite, Mayra.
Hi there, Kaz. Welcome to Final Fantasy XIV Online. Ah, yes! I keep hearing about it, and I had to try it for myself. You're the pro, though, so, you know, what am I getting into? You've come to the right scholar. Let me show you. Whoa! Final Fantasy XIV Online is the critically acclaimed online RPG where you embark on the journey of a lifetime and reforge the fate of Eorzea. Though it is the 14th entry in the Final Fantasy series, it has a self-contained story with its unique universe and lore. So if this is your first Final Fantasy, welcome! This is the perfect place to start. The best part is, it's constantly expanding. So whether you're playing solo at your own pace through the main storyline, or you join other players to explore this world together, you'll always find a new, exciting adventure waiting for you. Basically, it's a heck of a lot of fun. Oh, let's do this! Man, what the? Well, you could go now, but if you spare a few minutes with me, I can offer some useful tips to make your adventure even better. And help me become the adventurer of my dreams? Yes, please. Good choice. Okay, Oh, love those ears. Oh, a Makote, huh? You bet. Now to pick my class. I love the look of the gladiator. It's just a shame I'll never learn how to be an archer. Well, that's the beauty of Final Fantasy XIV Online. Your character can actually play every class in the game. Classes are split into three roles. Tanks, who hold the enemy's attention and soak up their attacks. There are damage dealing, or DPS classes, who take down enemies as quickly as possible, and healers, who, well, heal the party. You choose your starting class now, but once you reach level 10, you can unlock and change to other classes whenever you like. Also, your character's gender, race, patron deity, or date of birth won't limit any major aspects of your gameplay, and you'll even have the option to change your appearance later in the game. So don't worry too much, and just create a character that you like. That is amazing. I'm gonna start as an archer. No, arcanist. No, lancer. Ah, an enemy. Gladiator sounds great. Oh, can't wait to try the others later. Let's do this. Yeah, no big deal. Got 12 XP. You can earn much more experience while enjoying the story. Let me show you how it's done. If you want to succeed, learn to read the map. Fewer random enemies, more main scenario quests, or MSQs. These are the quests you follow to experience the main story. By completing them, you'll earn some fantastic rewards and level up much faster. You'll also have the option to follow loads of side quests. These won't impact your main story, but they will help you explore the world and earn gil, experience, and other rewards. Oh, I'd love to check out my first MSQ. Great! Then let's get you to the Adventurer's Guild. That's Momoti. See the meteor icon above her head? That's how you know you should talk to her for your MSQ objective, which will be updated in your main scenario guide as you progress, here on the upper left. Keep a lookout for those icons, as well as other quest types. And you can always access your journal to keep track of the quests you have accepted and completed. Right, MSQ. Earn great XP. Got it. Max level, here I come! The map. Oh, follow the map. That thing is pretty useful. Main scenario quest coming along. Great. Completed a few, gained a few levels. No big deal. But I was wondering about that thing under my main scenario quest. Oh, under your MSQ? That's your class quest. When you join a class's guild, you'll get special quests featuring unique storylines, which will help you earn some awesome abilities and gear. Eorzea has guilds for each class, and you can unlock other classes by visiting the guilds in each of the three starting cities after reaching level 10.
If you want to become a master of different classes, you're welcome to join up and see what each has to offer. For now, let's take a look at your Gladiator class quest. If you're not sure what to do, you can always reference your main scenario guide. Whenever you're able to undertake a new class quest, they will show up here under your next MSQ, so be sure to keep an eye out. Let's see what's next. Oh, right, the Gladiators Guild. Now these are my kind of fighters. Let me talk to the leader to see how to complete my class quest. Looks like Mila wants to test you. Ready to slay some monsters? I was born ready. Okay, first let's review the objectives in your journal. All set? Then let's show them what you've got. You did it! Now we can go back to Mila to complete your quest. Huh? What's that? Oh, what's going on here? Oh, that player's participating in a full active time event. Oh, okay. So what is that? Full active time events, or fates, are dynamic battles that appear around Eorzea. They can be boss battles, escort missions, or other events, and help you earn some great rewards. These aren't tied to the main scenario, but are fun optional content that you'll encounter out in the open world. You can gauge the fate level here, the time left, and the progress. Any nearby player can join a fate, and higher level players need to temporarily sync their level to the fate to join. This fate is at a perfect level for you though, so if you want to join, simply enter the fate radius on your map. To battle! Let's do this. Ooh, better sync my level so I can help him out. Nice! You got a gold medal for your contribution and earned a lot of experience. Pretty good for your first time. You'll come across loads of fates as you progress through your MSQs in the open world, so keep a lookout for other exciting challenges. Oh, another one! Let's go! Wait, that one's level 20! Oh, yikes. I'll just go ahead and get a resurrection ready. I regret this. He's still wearing that thing. Thanks. Just taking a nap. Let's check your inventory. Hey! First things first, let's get you organized. Just click an item, select sort, and voila, nice and tidy. Whoa, wait! I have a bird? You've got a wayward hatchling minion. Just select him and you can have a chocobo chick of your very own to accompany you. Sweet! I'm gonna name him Harold. How does that sound, Harold? You seem like a good team. I would die for him. Let's bring up your character menu and take a look at the gear in your armory chest. If you're not sure what to equip, click Recommended Gear to automatically equip your best items. Oh, okay, let's see. Recommended Gear, and... Oh, wow. Yeah, not ideal. Here, I've got a better idea. I don't see how you could beat this outfit, but okay. Let's find better gear, and while we're at it, teach you how to win. I'm a level 15. I think I know a thing or two about winning. Then that's the perfect level to begin the Hall of the Novice. Welcome to the Hall of the Novice. Here you can learn the ropes for your class and earn some awesome gear. You can find a Hall of the Novice NPC located in the Adventurers Guild for your starting city. Just look for the green and gold sapling symbol above their head after you reach level 15. There are unique challenges and rewards in the Hall of the Novice for all three roles, tank, DPS, and healer. So if you change classes later, don't forget to come back for some training. You ready to give one a shot?
Cue the music. All right, let's see what this is all about. Seriously? One enemy? Easy peasy. Ow! Oh, I get it. Avoid those. There you go. Ready for a few more? Okay, let's do this. We'll also practice engaging multiple targets, using a ranged attack, and using combo attacks. Bravo! Now for the final exercise. Keep it up! Only one enemy left. Well, if it's anything like the others. Just remember what you've learned! This is for you, Harold! Sweet! This ring helps me gain XP faster. Nice work! Now let's check out your brand new gear. Now you look more like a warrior of light. Yeah. There's still a lot to learn and discover, and we've got a ways to go to get you there. Ah! I, meant to do that. いい天気ですね。いい天気ですね。ご覧の放送は第72回ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブです。では、後半スタートは無人島開拓。お、来た。行こうかと思いますが。ってことはここは、はい。皆さんにプレイヤー
人に一島お渡しする島がこちらでございます。こちらがみんながもらえる島。そうですね。うえー、まあここまで到達するにはそれなりに開拓してこないと来れないですけど。なるほど。最初からこんなところにいるわけではない。そうそうそう。最初からはちょっとさすがにですけど。なるほど。でかいっすね。でかいっすね。えらい無人島があったもんです。多分ね、思ってたより広いだと思うんですよ。そうですね。今日はひとまず全体感をご覧いただくために。そうですね。いずれ開拓していくと、まあ、はい、こういうところにも皆さん行けますよ。はははは。一人だけの、ね、まあ、もちろんお友達を、ね、はい、呼ぶことは可能ですけど。リゾート感のある。ありますね。いいビーチですこと。差し上げます。皆さんに差し上げます。皆さんに差し上げます。はい、うん、では一瞬戻してもらって。はい、生カメお願いします。はい。では、はい、良いです。はい、じゃあ実機にお願いします。ほい。最初にですね、はい、皆さんが訪れるのはこの入江からです。ほうほうほう。ここへ、ここへ誰かに連れてこられます。ほうほうほう。でそこから今日からこの島はあなたのものよってなるほど言われて、ここから開拓を始めて、うん、っていうことになります。はい、でちょっと出箱間も使いながら、うん、序盤というかいきなり渡してね、はい、好きに遊んでくださいはちょっとさすがに何ですか、放置しすぎかなという気もするので、はいはいはい、序盤一通りのなんだろう、できること。うん、が解放されていくところまではチュートリアルっぽく作ってありますので、はい、それを実際にあの出箱も使いながらプレイしていって、まあちょっと UI とかも特殊なので、はい、そのあたりも説明していけたらなと思ってます。じゃあちょっとウォークスルーっぽい感じで、今は私これフライングしてますけど、はい、フライングできるようになるまではある程度開拓しないとフライングは開かないです。あ、どっかのタイミングでできるようにはなる。なります。ただマウントはかなり早い段階からでこの速度なんで、うん、あ、早いです、通常より。確かなので、なんていうんですか、あんまり辛いストレスにならないように速度早いですよねバトルがないから、まあ実現できる速さなんですけど。であとコンテンツアクションで、はい、スプリント、島の中だけ使える、うん、リキャストの速いスプリントと、あと、拠点へ即戻れるあのリキャストタイムの短い島の中用のデジョンみたいなのがあるんで、はい、それらはいつでも使っていただきます。なるほどではちょっと実際に進めていきましょう、はい、そした森の中へ。そうですね、こんな感じ。一応ね、ほら、はい、誰かがかつて、確かに確かに、いたんだろう、痕跡が。あ、でこの猫耳さんという魔法人形なのかガイドがいる、この人たちが一緒に開拓を手伝ってくれる人たちだと思ってもらえれば良いです。無人島へようこそ。でちょっと開けたところ見つけたから行こうぜ、はい。あ、そうかそうか、そうやってちょっと誘導してくれるんですね。はい、あ、本当だ、開けてるけどまあ何もないね。あ、ここを拠点にしましょう。なるほど。雨風をしのいで休憩できる場所を作りましょうでいくらなんでも素手は無理やろでまず建物を建てるためにも、うん、
木を切るための道具作ろう。うんうん、なるほどね。感じで行って行って進んでいくんですね。進んでいきます。で、開拓ボードっていうのが出ます。これはもう後で見てください。はい、で開拓ボードの説明をします。これがこの無人島開拓専用のユーザーインターフェースになってます。はい、こう収穫とかいろいろあるんですけど、これを選ぶことによってさまざまなことをやっていきます。お開拓手帳をもう採集すれば、うん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 、で、こうですね。ちなみに島の中で手に入れたアイテムは、はい、全てこのポーチに入りますので、おインベントリーを圧迫することはございません。自分のカバンがパンパンできても専用のがありますので今押せない風になってるボタンは、はい、そのうち押せるようになってくるんですか。そうですそうです。チュートリアルが進んでいくと、はい、開いていきます。おで、これがさっき言ったあアクション専用アクションですね、はい、アイルスプリント。あリキャの戻りが早いんで、うん、なるほど、切れるよりも力が早い。だからまあその採集するときにマウントに自身乗るほどでもないなっていう時はスプリントを使いながらやっていってもらえる良いか、うん、でまずこの覚えてほしいのが、はい、やることを決めるっていうのがこのモード選択になってます、はい、で今単純に何もしないフリーでいますっていう状態なんですね、うん、はい。ではこいつです、ね、紹介しながらこう出て行って、はい、ほうほうほう洞窟を抜けると最終環境に出てきましたね。はい、ジャングルのこれ今何にもないじゃないですか、はい、そのアイコンとか、うんうんうん、この状態でモードを収穫とかにするとおっと光り始めたぞと。なるほどなるほど、何かいかにも何かある感じ。はいはい、この状態にするとこう取れますよ。あなるほど、はいはい、はい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 。でまずはその開拓していくためにも道具が必要なので道具作りましょうねって言われてるんで、はい、タスクがちゃんと、はいはい、あります。これはもうあのアクセスすればいいだけです。はい、特にそのギャザラースキルが必要とかいうことはないですね。ないですね。はい。うんうんうん。こう地道に取っていきます、ね。で、こうやって集めて、はい。ちょっと待って、ね、ここはってとかワイプもうちょっと広げられる？そのマクロ集をワイプで潰してくれると嬉しいな。少々お待ちください。そうね、うん、その2行分のマクロを隠すぐらいまでてくれると嬉しい。ずずいとず動いた。そうそう、今のうち言っとくとここにおぽおぽいたりするじゃないですか、はい、これ今のモードがまだ収穫しかないからなんですけど、うん、捕獲っていうモードがだんだん追加されていくと、はい、捕獲モードにすると特定の道具を使ってですね捕まえるして、ほうほうほう、で自分の連れ帰って、はい、飼育することができるみたいな感じになってます、ワイプは無事広がりました。広がりました。はい、では、どうぞ。あ、もうどうぞっていうか出てるのか。私ですね、今魔法のコマンドを使ってですね、素材を集めました。なるほど。一瞬にして。収穫は完了しましたので、はい、戻ります。あ、まあ戻るときあるでしょう。そうか、うん。どこまで行ってても。そうそう、すぐ。で、なるほど、集めてきたよって。はい。これでストーンハチェットが作れるようになるから、うん、ハチェット作ろうよと。で、これによって制作が今度オープンしたので、ね、選ぶと。さっき取ってきた、はい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 、素材で
これもクラフトスキルはいらないので、うん、必要なものだけ揃えてこの制作をすればその場でイエイってできます、うん、でこうしておくとですね、はい、収穫するときに、はい、さっきのアクセスするオブジェクトは一緒なんだけど、うん、取れるものが変わってきます、うん、今度さらに木の皮をこう剥いだりとか、はい、いうのができるようになってきます。できたよって言いますね。チェックできましたよ。建物の建設にとりあえず着手しよう。ほら木材もねこれによってパチェットがあればね取れるようになるんで、さっきは手でねむしるぐらいしかできなかったんですけどそうかついに、うん、木を切り倒せるようにもなってきた。そうそう。でこのアイランドホールという拠点を作りましょう。はあ、でこの聖地は彼らがやってくれます。なるほど、まあ、開墾するための準備っていうのは必要なんだけど、はい、はい、で管理板を立ててくれたんで、なるほど、はい、ここだぞと、ここに立てますよとやったるでっていう顔しますね。でそれなりに量が必要な量が多いので、まあ、急がず自分のなるほど、はい、ペースでね。でさらに他の魔法人形を呼び寄せておくから、ああこの間に集めておいてね。でここにこうアクセスするとですね、今度はアイランドホールを建築するために必要な、ああ、はい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 、素材が出ますので、うん、それを集めてください。それをさっき使ったハチェットとかを、うん、使ってというかもう勝手に取れるようになってるんで、うんうん、あれ装備切り替えるとかはいらないので、はい、もうそれで取ってください、はい、これはねすぐですよ。このチュートリアルだけ一通り全部チュートリアルで、はい、多分ね2時間半ぐらい、うーん、もう序盤の序盤なんだよ全然ゆっくりゆっくりでいいですよ、うん、ほんとゆっくりでいいんで。で所要時間って書いてるじゃないですか、はい、最初のうちは結構即時完成するものが多いです、持ってきてやると、はい、でだんだん進んでいくと、うん、あの建設には12時間かかるんで、なんか他のことしてきてください。で一応ダラーって待ってるとたまにこうガッてちゃんと進むこともある、なってます、はい、なんでまあそういうのもあるよっていう感じ、はい、だから張り付いてなきゃいけないっていう形のものじゃないし、うんうんうん、一通りのコンテンツ終わったら一気にやるっていうんでもいいし、空いた時間にちょっとずつやるっていうのでもいい、はい、で、この無人島をこの島の中にいながらにしてコンテンツファインダーに申請することができるので、はい、そうでしたね、コンテンツファインダーの待ち時間中に、マッチングの待ち時間中にここでこういろんなことをやってるっていうのも全然できるので、これはいいですね、はい、それが多分一番いい遊び方になるんじゃないかなと思いますので、うん、はい、気長にぜひ、あの焦るコンテンツじゃ全くないんで確かにそうですね、はい、全然で、じゃあちょっと、はい、もう素材は取ってきたことにしちゃいましょうね、はい、はい、私魔法のコマンドを使って建設してみましょう。嵐、ね、嵐ね、全部いっぱい持ってる、ね、でそうなんです、ただのインスタンスじゃないんですよね。インスタンスなんですけど、うん、コンテンツファインダーに申請できるっていう特殊ゾーンをね作ってくれたんだ、うん、働く魔法人形たち、うん、で序盤は結構即時なものが多いので、はい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 、はい、おそこそこ立派なものがもう最初はこんなものからですよこれがだんだんグレードアップさせていくこともできるし、なるほど、もちろん見た目的にはでもこれが気に入ってるからって言って最終的にはもう見た目はこれにしとくみたいなこともできるんで、はい、
なるほど。でこれでアイランドホールの建築が完了しました、はい、でちなみに分からんことがあったら、はい、この無人島開拓で分からんことがあったらこの管理開拓管理ボードのハテナ押してください。おマニュアルございますんで。おーなんかすごいがっつりしてそのマニュアルが、うん、ほらもうソロ向けのコンテンツですよ、はい、自由にやってくださいね最大15人まで入れますよ、うんうんうん、全部あるのでわからんくなったらもうこれです、はい、マニュアルは全部ございますここに。わからんことはしかもこのマニュアルの中で単語検索もできますので。本当だぜひ。なるほどなるほど。でまあ一応今アイランドホールできましたよね。立ちましたと。でランク島にはですねランクっていうものがあります、はい、ここに出てますよね。開拓ランク、開拓ランク今1位。これっていろんな設備を作りましたとか、はい、いろんなことができるようになりました、うん、あと単純にさっきの収穫活動、はい、島からいろんなオブジェクトをも、うん、取ることによっても開拓経験値が上がるので、うん、ランクが上がることによってさらに大きな、拠点を作ることもあります。あ、ちなみに夕日こんな感じです、ね、いいですね。猫耳さん丁寧に教えてます、ね、優秀なんです。スクリップらしいものが手に入るぞって言ってる、うん、ほうほう。あで開拓目標を達成すると今、はい、ランク2に上がりました、ね、なるほど。で島専用のスクリップもございますんで、はい、いろんなことをやることでこのスクリップを貯めていって、うん、最終的には報酬と交換して、うんうんうん、おしゃれ装備だったりとか、あなるほどね、マウントだったりとか、マウントだったりとか、はい、はあ、もらえます。もうそれはまあ特にね強さに関わるものではないので、はい、焦ってというより、うん、コツコツ目標として、うん、くれればいいなと思っております、うんうんうん、で、こうすることによってここオーケストリオンがねここに設置されますんで、はい、この周囲だけこのオーケストリオンから鳴る音が、ま、これが鳴ってるっていう、ね、こいつから音が鳴るので、遠ざかると音が消えるようになってます。でもう買い取りさんとかさ店屋さんとか分かりやすい、ね、確かに間違えようのない名前ですこういうほらなんかおしゃれ装備がありそうじゃない。ちなみにどんなやつかというとですね、はい、さっき私すれば何回あったな紙が出てまいります。まあちょっと、はい、難易度というかもらえる難易度は違うんですけど、はい、まあ例えば、うん、こういうほ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 うのとか、おこれ、ね、どっちも性別関係ないはず、はい、2種類あるはず、パンツね。ちなみにこの背中に背負ってる麦わら帽子は、はい、同装備と一体だった気がするんで、なるほど、若干ルフィごっこかな後ろに戦ってる時のねとか、はい、あとはこんな、感じです、うん、これリュックが同装備にくっついてたはずです、ね、はい、なるほどなるほどとかあります、うん、ちょっと待ってよ、はい、まああとはそうですね、いいよ実機、じゃあはい実機お願いします。まあそのちょっとマウントっぽいものだったり、うん、オーケストリオンフもありますし、はい、まあ、普段使いするものタララントだったりとか、うん、こういう、ね、あなるほどね、ものも取れますんで、はい、コツコツ遊んで自分のためにこう、うん、素材を得ていくみたいな、うん、ともありますので、はい、ぜひゆっくりで構いませんので。お、夜になりました、夜になりましたね、お沈んできてますね。あでさらに、はい、進めるとですね、
農作地作りません、耕作地を作りませんかって提案が、ちゃんと次のステップが高安くんですそう、長安くんです、耕作地は長安くんが、長安くんです、担当してくれる、はい、高安くんに声かけて、なるほど、もう徹底的に分かりやすくしていくよ高安くんこっちに、お、高安くんが、ここで一つご提案があるんですけど、はい、大変夜もいいと思うんですが、ちょっと明るい方が、暗いですか、はい、ありがとうございます。こ, ね、こんな感じで、どこ耕すんだよってなるじゃないですか。はい、確かに。開墾は彼らがやってくれるんですよ。あ、そっかそっか。もうズバッと、同じ仕組みやってください。はい、ただ序盤はスクリプト要求されないんですけど、うん、だんだんね、これ以上開拓するならスクリプト欲しいなみたいな。そうか、そういう発展性も。うん、あるんですね。で、こんな感じで畑ができましたよ。うんうんうん。で、これここだけじゃないんで、もっと広げられるから。なるほど。初期段階のもの、ね、もう初期ですね。で、種をプレゼントするよ。最初の1個あげるよ。自分で取ってこなくていいよ。種まきモード、これで種まきモードが解放されたので、そういうことなんだ、はい、で水やりモードも同時に解放される、はいはいはい、って感じです。なんで、うん、まずほら今アクセスするものがないでしょ、はい、だからさっき言ったようにまず何をするかをここで選ぶっていう癖をぜひお願いします、はい、今回はまず種をまきましょうので、うん、種まきモードにすると出ますね、アクセスポイント。本当だ。でかつどの種をまくのっていうので、はい、ここでアイテムをセットしてください。これ複数当然種があるんで、はい、どの種をまきたいかをセットして、うん、でアクセスするともうまきます。おお、ね、はい、本当だ、はい、なるほどなるほど。なんかね、最終的にはね、なんか管理を任せるみたいなのもあるんで、はあ、ずっとやっていくと、はい、で、種をまいたので水やりモードに変えます。あ、なるほど。でそうすると、うん、水が、おう、育つ、育つ、ちゃんとね、湿ります、ね、うんうん、うん、はいはい、こんな感じ、はい、最初のうちはね、こうやって1個やったら褒めてくれつつ、なるほど、ね、次何しようぜっていう。そうか、まさに。まず基本的なお世話どうでした、はい、新しい種が手に入ったら豊作地に巻いて育ててみてね、うんうん、で作物は今見ていただいたように、はいはい、水やりをすると時間をかけて成長していきます、うん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 、で水与えないと作物の成長止まってしまうんですけど、はい、島に雨が降るとですね、水をあげた状態になります。ほう、なるほど。なのでズボラな人はラッキー、雨降ってたから水やってあげても伝わって、なるほどなるほど、はい、ことになります。枯れはして、はい、あ、それは優しい。で成長したら収穫モードで、はい、収穫モードが増えるんで、うん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 、で、収穫したりですね、もうちょっといらないわって言ったら引き返しモードで処分しちゃうっていうのもできますので、はい、なるほど。で長くないので、うん、なんかこまめにね、1時間おきにやらないとダメだとか、はい、そういうことじゃないんで、はい、全然ゆっくりで大丈夫です。で分かったよ、やったよって言ったら、うん、もう昔よかった飛んじゃった、おもみさんや、うん、畑作ってきたよと、お、じゃあ、お、動物飼育するかい、ほう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 、牧畜くん、牧畜くんに声をかけてみてください牧畜くん、牧畜が解放、はい、ね、牧畜くんに話せば、徹底設備分かりやすいんです。ブクチク君この辺だったんです、ね。いたいた。はいはいはい。
まずはじゃあ頼むよ。なるほど、また開墾してくれると。もっといい名前あっただろうにってそうなんですよ。ファイナルファンタジー14ね、名前凝りすぎて誰だか分かんなくなるみたいなよくあるんで、今回はもう分かりやすさです。そうね、こう作って、うん、広、うん、まだ広がりますけどね。放牧地が解放されました。開墾ありがとう、うん。よし、動物捕まえるためのほら捕獲網プレゼントするよ。はは。最初はね、やっぱくれるんですよ道具。なるほどね。で捕獲道具も複数種あるんで、はい、よりこう島の奥にいるものを捕獲したいとかになると、その捕獲の道具を変えてみたいな。小さな動物はこれで網でいけるよ。うん、でほら捕獲網って個数、うん、消費アイテムなんですよ。なのでなくなったら捕獲網を自分で作ってね、最初の何個かはあげるからねっていうはいはい、はい、この辺飛ばさずにしっかり読むと間違うことないんじゃないか、はい、3個もらいましたね、うん、なんでこれでまず一旦フリーにしますね。さっきのおぽおぽのところいきますか。はい、けると、うん、はあ、なんかこれ言いましたよね。じゃあね、はい、痛い、ポポポで、この状態で、はい、これ捕獲モード、捕獲モードで、あ、さっきもらった捕獲網をセット、はいはいはい、種と同じ容量で、はい、いいですか、ざっくりですからういや、はい、お、成功した、うん、失敗とかないんで網で豪快にバサッ網づかみ。で戻るじゃない、放牧地へ、はい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 、捕まえてきたぜ。で餌ももらえるんで、うん、餌やりモードも開放。はは、あ、なるほど、ここにもういるんですね。でこの状態だと捕獲モードになっちゃってるんで、はい、餌やりモードで全部指定して、ははどうかね、うん、あ、もう単純です、本当もうモードを選んでクリックするっていうのが、はい、とにかく基本。なるほどなるほど。で素材をもらえるようになります、はい、牧畜していくと、うんうんうん、それでまた建てられるものとか作れるものが増えたりとか、こうやって期限というかね、はい、懐かせていくとよりたくさんもらえますよみたいな、うんうんうん、猿しかおらんので、猿しかいないわけないじゃないいっぱいいます、はい、いろんなのをねぜひ探してね。もちろんそうですね、うん、広そうでしたし島も。でお世話をちゃんとお世話をしてあげれば、はい、動物たちからお返しに、畜産素材をもらえたりするよと。あ、で収穫モードに切り替えることで、はい、今度は動物たちから素材を採集することができる。なるほど。で可愛がるための懐かせモード、手招きモード、うん、手招きモードは単にね本当手招きするだけです来てくれるだけです。あ、へえ、はい、戯れる、ね、はい、でこうさらにね、いろんなレシピをもらうので、はい、これで、まあ、できるだけ高級なものを食べさせてあげようとかっていう。なるほどなるほど。まあ、これはもう本当に任意なので。うん。はい。ほう。で、はい。状態見るとですね、うん、これが、牧畜されている、はい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 。こう、ほうほう、ステータスが分かります。うん。機嫌はちょっと斜めかな。満腹度はいいですね。良さそう。でこれですね、はい。ニックネームが変えられます。おお。一匹ずつ変えられます。あ、はい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 。はい。なので、まあお好きな名前をね、うん、なんか最近 PLL が近づくにつれ、はい、
宇宙の最果てに置いてきたねあのずっともが来るの来ないのみたいな SNS 見ましたけど、ね、ずっともの名前をつけてあげたらいいじゃないですか。なるほどなるほど、うん、ここに、うん、まあこうやって全部ね、はい、個別に名前をつけてあげられることもできます、ぜひねいろんな楽しみ方をしてもらえるといいかなと思います、はいこれで畑ができて牧畜ができてと、はい、で島さん、はい、倒産品、倒産品、はい、そうこの中での特産品、最後に、まあ、貿易っていうのが、うん、あするために、うん、特産物を作っていきましょうっていう話になります。はい、で開拓拠点っていうのをさらにこう広げていく、はいはいはい、でこっからがさらに拠点以外の建物を作って、あいろんなことをさらにできるようにしていきましょう。はいはいはい、開拓組1号で土地の整備をしてもらいます。働き者ですな、うん、お土地があれこれできました、はい、で、はい、さらに土地を広げたかったらスクリップをくれると手伝ってくれるようになるように、はいはい、でここにさらに開拓工房、はい、さらに開拓を進めるための道具を作る工房を建てましょうって提案されるんですけど、はい、で開拓工房を建てるためには岩が今度結構素材として必要になるので、はい、開拓用のストーンハンマーを作ろうぜみたいな流れになります。なのでまた収穫をして、うん、ハンマーを作って、ハンマーを作ったら石素材を取ってきて、なるほど、ね、っていう流れでどんどん広げていくっていうのが基本の遊びです。はい、でこの時点でミニオンの放し飼いもオープンになります、うん、この周辺、ほう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 、ついに、ミニオンはですね、はい、島内の、はい、実はこのいろんなところに、あ、なるほど、拠点だけじゃなくて、いろんなところに放し飼いできます、うん、でまあトータル40なんで40体島全体で、なかなかの数ですね。そうか、島全体で40体、はいはい、おなので、はい、お好みのなんか風景というかね、そうか、この場所にはこれとか言うと、そうですそうです、そうです、最初のがあのさっきの入江ですね、はい、たどり着いた場所、はいはい、で今のは拠点、うんうんうん、こんな感じで、うんうんうん、あもう、ほら、あいた、あもうまさに、うん、話し飼い状態、ね、あ本当だ、いた、うん、へえ、こんな感じでね、あの広がっていきますね。これはまあこれをずっとこのまま説明してると日が暮れちゃうので、はい、まあ大体基本は分かっていただいたと思います。このとにかく開拓管理ボードを使って何をするかを決めて、うん、オブジェクトにアクセスすると。いう流れを覚えてさえいただければ、はい、14はね基本的にあのオブジェクトアクセス してから何をするかを決めるっていうのがまあ多いんですけど、はい、今回はあのできるだけ使い込めば楽になるように、はい、あのまず何をするかを選んで対象を選ぶって形になってるんで、うん、これはぜひ、あほら、ね、シープもいますし、
いやースクリーンショットが大変なことになります。スクイレ、確かに、ああなんかちょっとでかいのもいる。ああ探検しがいがありますね、こりゃ。そうですね、島というか沼というかえらいものをプレゼントされてしまうことになりそうですね。まあね、さっきねアクパルも言いましたし、ね、はい、はあ。ちなみに、ね、はい、一応ね潜れるところもある、見た目のためですけどね。なるほどなるほど。潜れた方がきっと楽しいよね。はい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 。いやで最終的にあの、はい、風車を立ててみたりとか、あの景観のためだけのなんかランドマークを立てるとか、はい、っていうのもありますんで、はい、いやいや、こっち系も滝に飛んでてすごいですね。はい、といった感じで、はい、ちょっと随分時間をかけて制作してまいりましたけど、はい、ぜひ、こう 6.2 だけで終わるコンテンツじゃなくて、うん、まあ、2パッチに1回ぐらい、はい、さらに、アップデートして、うん、できることとか広がりとかっていうのを作っていこうとは思ってますけど、なんかこうあんまり一気にやってね、コンプだぜみたいな感じよりは、はい、本当こうコンテンツファインダー のマッチングを待ってる、いわゆるシャキ待ちしてる間とか、うん、一通りのコンテンツやり終わって、まあ、よくちょっと次のパッチまで何しよっかなみたいな期間の時に、はい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 、コツコツやるとか、そんな感じで遊んでいただけると、はい、とにかくずっと言ってますけど、競争するようなコンテンツではないので、うん、ぜひご自身のペースで、途中でほったらかしちゃっても全然いいと思いますし、うんうんうん、本当に全員がクリアするみたいなものじゃないと思ってるので、はい、ぜひ気ままに島1個もらったから好きに遊んでみようかなっていう感じで遊んでいただけると大変助かります。うん、はい。ありがとうございます。はい、はい、では締める前に、あ、前提条件はあれですね、60クリアが必要ですね。はい、はい、そこだけメインシナリオが、メインシナリオをクリアしていただく、はい、ね、ちょっと設定上のことがあって60クリア後という感じになります。はい、はい、では無人島開拓コーナーを締める前に、うん、改めて、うん、無人島でできることをざっとおさらいしておきたいと思いますので、はい、パワーポイントお願いします。簡単にご紹介です。島でできることは、素材を集め、うん、作物を育て、動物を飼育し、うんうん、はい、続いてまいりましょう。土地を切り開き、うんうん、施設を作り、そしてこれ倒産品ですね、島で生んだ、まあ、さっき言ったね、風車みたいなやつ、はい、こんな感じの結構ねいい雰囲気のやつ建てられますので、で倒産品を作って稼ごうと、うんうん、で稼ぎましたらば次さ、はい、ミニオンも話せますし、はい、報酬ももらえますし、うん、でなんせ気ままに散策できます、はい、いうことですね、はい、ということができるし、まああとはここには書かれてませんが、お友達の島に行ったり、そうです、ね、呼んだりということもできるですね、はい、いや、はい、とてつもないものが 6.2 いやいややってきます。まあでもなんて言うんだろう、こう面白、なんか合う合わないは絶対あると思っていて、はい、なんかこう面白さを保証するっていうよりも、うん、環境を作ったので、まあぜひいろんな遊び方というか、まったりスクリーンショット、なんか新しい装備取ってきたからスクリーンショットここで撮ろうでも全然いいと思いますし、うんうん、確かに本当いろんな場所にしていただけると嬉しいと思います、うん、はい、はい、ぜひともお試しください、はい、ということで無人島開拓のご紹介でした。はい、では続いて次のブロックに参りたいと思います、はい、さらにまだ新コンテンツがあるんですよね。次はこちらです。画面お願いします。場所移動しておこう。はい、新たなバトルコンテンツ、バリアントダンジョンです。こちらは 6.25 での実装になりますが、はい、こちらはまずは概要のおさらいからでいいですよね。うん、はい、じゃあおさらいしておきましょう。画面お願いします。はい、まず概要丸1おさらいですね。こちらは以前、
難易度可変ダンジョンとしてご紹介しておりましたコンテンツ、正式名称、コンテンツタイプがバリアントダンジョンということですね、うん、はい、でこちらがレベル90の1人から4人でカジュアルに遊べるコンテンツと、はい、これまずバリアントダンジョンなんですね、はい、バリアントダンジョン、はい、1人でもいけるということですよね、うん、でマッチング使う場合は4人で突入します、うん、で特徴としてはロール構成が自由、はい、そしてジョブチェンジも可能ということになっております、うん、で、突入する人数によって敵の強さが変化いたします、うんうんうん、そしてもう一つの大きな特徴がダンジョン内の行動次第でルートが分岐することもあります、うん、ということがあります。こちら今後ほど実機でもご紹介いたしますね。はい、そして続いて画面お願いします。概要その2ですが、はい、そして今回バリアントダンジョン第1弾としまして 86.25 では白リハ水道が、はい、導入されます。こちらとある人物と一緒に探索するストーリーとなっております、うん、こちらもうすぐこの後実機でご紹介しますので、はい、お待ちください。そして、ルートの分岐によって語られる物語が変化します、はいはい、ただこれはあの複数回プレイすれば、うん、あの全ルート全物語を楽しむことができます、うん、ということで、うん、ロア好きの方にもたまらないコンテンツになってございます。これはね実機じゃないとなかなか説明しづらいというかわからないと思う、うん、そうですね、まあ、どうしてもねダンジョンって聞いちゃうとインスタンスダンジョンを思い浮かべるんですけど、はい、はい、で実機に行く前にもうちょっとだけ、うん、もう一つ特徴がありますがお願いします、はい、バリアントアクションという、バリアントダンジョンでのみ使える専用のアクションがあります、はい、でこちらあのロールが自由ということもありますので、ロール差を埋める効果を持つコンテンツ専用のアクションとなっています。でこちら2つまで同時にセットできて突入後も入れ替え可能です。でリキャストはありますけれども何回でも使用できるということになっております、はい、で、今回ご紹介するのがそのバリアントアクションは何かという全5種類あります、うん、画面お願いします。はい、どうぞ。こちらバリアントケアル、バリアントアルティメイタ、バリアントレイズ、バリアントスピリットダート、バリアントランパートということで効果がそれぞれ回復とか挑発とか蘇生とか範囲攻撃とかいう風になってて、あの使用突入するロールが持ってないものを保管するための、うん、アクションとなっております。なのでまあ DPS4 人で行くってなった時とかでも、はい、別にレイズくっつけたり、うん、あの1人ランパート持って挑発、そうですね、そうアルティメーターもつけとけばタンク役もできますよっていう感じですね、はい、うん、はい、結構パラメーターもバリアントダンジョンに関してはみんなタンク並みのヒットポイント持つように調整されてたりするので、はい、あのソロでもちゃんと戦えるように、ソロで DPS やろうとしたら大変なんだよねみたいなことはないようになってるんで、はい、これは大丈夫です、カジュアルですだから、うん、というのが、はい、バリアントダンジョンの概要のおさらいでございまして、はい、でここから吉田さんに実機でいろいろご紹介いただきたいと思います、はい、もう切り替えて OK でしょう。大丈夫です、はい、じゃあ実況お願いしますまずまずぜひ覚えていただきたいのが、はい、このバリアントダンジョンと、まあ、この後さらに説明するアナザーダンジョンは、うん、通常のコンテンツファインダーから開くものじゃないっていうのをまず覚えておいてください、はい、大事ですね。このコンテンツ情報に、はい、特殊ダンジョン探索っていうカテゴリーが追加されてます、新しいこれ、うん、これを開くと専用の UI が出ます、はい、マッチングも含めた、すごい専用感がすごい、はいはいはい、これバリアントダンジョンシラディハ水道ですけど、はい、今後バリアントダンジョン増えていきます当然、うん、また、はい、アップデートで、で今回とある NPC とは誰かってまあトレーラーでも出てるからなんですけど、ね、今回はナナモと一緒に、うん、シラディハ水道の探検に出かけます。でアラガントームストーンとかもねもらえるんで、あ、本当だ、なんかこれやる時間ないなじゃなくてアラガントームストーン集めるためにこれをやるでも全然構わない、確かに、はい、平均アイテムレベルとかございます、1人から4人、はい、うん、でバリアントケアルとランパート今、はい、僕あはこれねこうやって、あ、もう全然サクサク切り替えるもん、ここでセットしてください、はい、この特殊
ダンジョン探索でバリアントアクション、うん、この2個持てるんで、うん、5種の中から1個ずつ選んで、はい、いいですね、うん、で、はい、ここがですね実は UI になっていて、うん、これあえて1回クリアしたデータを用意してもらいました今、うん、これは1回クリアしてる状態、うん、はい、押しますと、もうなんか出た、あんまり適当だ、本当は出したくないんだけどまあこうやってですね、はい、シラディハ水道をいろんな攻略の仕方をするとですね、あ、七物手記が手に入ってきます。ハテナがいっぱいある、これらを完遂させることにより、はい、シラディハ水道でかつて何があったのか歴史を知ると同時に、はい、この中に隠されたヒントをたどって、はあ、さらなる隠し方を見つけようみたいなのもある。そんなフラグとかじゃないんで、これがまた結構ちゃんと謎解きを押してくださいみたいなのある、おもろ、ネットだから答え出ちゃうんだろうけど、まあ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 、でも楽しみとしてはそんな感じです、うん、これはこれはなかなかの新コンテンツ、うん、なので一ルートというか一冒険終わったら、はい、手に入るんで手記がどれが増えたのかなって読んでってもらえると。へえ。でこのバリアントダンジョンはソロでも、はい、突入できるので、はい、私もこのまま行ってしまいます。それで行けば一人で突入と、はい、でちょっとそのままカットシーンも流しちゃおうかな、分かりやすいから、はい、ほう1人から4人で遊べるのでソロでも全然大丈夫です。3人でもいいし2人でもいいし4人でもいい、うん、おお。すごい、七尾様と探検、お、なるほど。お、喋った。まあ、こんな感じで。はい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 。会話をこうしながら。で、これ一人のこのマーカーに、はい、例えば3人パーティーとかだと、はい、乗ってた長さと人数で。そこが選ばれます。あ、なるほど。まず最初今回のは3ルートまず分岐なんで、はい、さ中でもさらに分岐するんですけど、はい、まず大きく3つあります、はい、で当然このナナモが今これだなって言ったけど、うん、ね、もう別の乗ってもいいしいやいやと言ってもいい、そうです、そうです、もう全然いいです。あ、ちなみにこの人、はい、あの必ずここってわけじゃないです。あ、なるほどね。うん、まあじゃあせっかくだからね、はい、従っていこうと、うん、お、開いた。ナナモは戦いませんからね、あの勝つには入らないのかって言われてましたけど。結構喋ります。ちなみに確かにずいずい進んでいきますね。そうなんですよ、ほらナナモ様。あ、敵だ。なので、まあ、ここでバリアントランパーと自身、はい、一定時間自身の被ダメージを 20% 軽減させる45秒、さらに自身に一定量のダメージを防ぐバリアを張る、うん、バリアは2万1000相当のダメージを軽減する、うん、効果時間6秒。なのでランパー焚いて、今この敵は、1人で突入してるから1人用の強さに設定されてるってことですよね、うん、そうですね、うん、
で、ヒットポイント減ったわってなったら、はい、別にケアる。なるほど、なるほど。即時発動。ほら、ああ楽々。いい。で、リキャストめっちゃ早いので。確かに、すごい早いですね、はい。めちゃめちゃ早いので。バンバン活用していって、はい、進んでみましょう。うん、すごい。そうね、果敢なのいいんですけど、ね、本当ですね。七尾様のサクサク生きっぷりがすごい。で、かけてないとこんなもんですけど。あ、でもほら、これぐらいのさ、スリルがないとね、はい、ペアルの必要ないもんね。まあまあ、そりゃそうですね。ちょっと炊けば、ほら、こんな感じするんだよ。まあ、こんな感じですね。はい。まあ、という感じで、で、戦利品も全部この個人戦利品になっているので、あ、はいはい。七もの挙動をですね、はい、じっくり見たい人はソロでこう言ってもらえるといいじゃないかな。そうね、そうね、挙動を見たり、うん、じっくりスクリーンショット撮ったりとかいうのはソロですね、うん、そう、めっちゃ喋るっすよ確かにこれであれです、複数ルート分あるとすると相当量喋りますね、うん、なるほど。報酬開けないのっていう声がねえ、報酬は皆さんで開けてみたらいいじゃないということでしょうか。あ、間違った。で、ランパ炊いてサインで、はい、いいです。バリアも張られるからね、うんうんうん、今コメントは適当にやったって、七尾様が臭い息を浴びたぞと。大丈夫大丈夫ないですが、あのね、それぐらいね、なんだろう、まあシナリオやったら分かるんですけど、はい、一応ね、覚悟はまあ倒せるそうしてきてるんですよなるほど、七尾様もね。で、こうやってまあ進んでいくと、そろそろちょっとキルしながら行こうと思いますけど、はい、お、出てきます、ほうほうほう、出てきます、ちゃんとダンジョンらしい感じですね、はい、で、既存の ID とちょっと違うのは、はい、だいたい1ルートに2体です、はい、ボスは。なるほど。なのでコンテンツ時間としては結構短め、うん、短めっつってもまあ、うん、まあでもな、そこまでじゃねえな。で、このボス、うん、ルートごとに全くユニークなボスがたくさんいるはさすがにちょっと無理だなので、はい、ルートによって同じボス出てくることあるんですけど、うん、ギミックの内容変わったりもするので、あと今回はないですけど、道中にこうレバーがあったりしたやつを倒して進むのか、はい、うん、そのままにして進むのかによっても展開変わったりしますんで、なんでまあちょいちょいこうやっていろいろ違いをね探ってってもらえるといいなと思っております。タンクアクション ね、タンクじゃないときにあのマークつくの絶望感がすごいですね。
あ、まず、で、ランも切れたっけなってね、うん、同行者でこんなに喋ってくれる NPC がかつていたろうかぐらい喋ってます。でダメージ食ったら戻して、こう、うん、なかなかこのボスもあまりこれまで見たことないところがやってきますね、うん、張り切ってきますよ。バリア効果もあるんでね、はい、タイミング合わせて、あ、やりそうでしょこういうこと。なるほどね。とまあ、はい、こんな感じですね。じゃあちょっと切ってもらっていいかな。はいはい、という感じで、はい、まずは進めていきます。ちょっと退出しちゃいますね、うん、はい、あ、ダメか、やられれか。ほう、実際結構既存の ID と全然遜色ないぐらいのボス、はい、まあね、うん、数が少ない分だけちょっとギミック結構凝ってたりはするんで、うんうん、カジュアルとはいえしっかり歯応えというか手応えぐらいがあるようなバランスの調整の仕方をしているので、はい、まあぜひぜひですね。で、繰り返しなんですけど、1人から4人まで、1人でもう全部探索し尽くすぞって言って、ソロでやってもいいし、仲のいい友達と2人でね、はい、デュオでやってもいいし、3人でも4人でも大丈夫っていう感じになります。はい。はい。これが、バリアントダンジョン。これがバリアントダンジョン。はい。大体つかめましたかね。大丈夫でしょうかね。うん。まあ、もちろん、その、はい、マウントもね。ほう。報酬としてちょっと映してもらって。はい、実況お願いします。ね、ありがとうございます。かわいらしい、かわいらしい。この子にもね、ちゃんとした由来がやっていくと分かるんですけど、うん、あるんで、ぜひね、かわいがって、ちゃんとね、飛ぶ理由があるんですよ。あ、そうなんだ。飛ぶ理由が、尻尾にエフェクトついてるだけだけどねっていう。引っ張られてる。うん。いい。実際相当遊べるようになってるので、はい、結構ねパーティーバトル苦手なんだよねとか、うん、もうちょっと気楽に遊びたいなっていう方はぜひぜひ行っていただけるといいかなと思います。いいと思います。でこっちはなんだろう、難しいモードとかもやらなくてもコンプできるように作ってあるので、はい、まあぜひぜひみんなでね情報交換しながら、このルート行ってこのルート行ってこのルート行ったらこうなったよみたいな感じで、はい、はい、そうですね、はい、では、はい、アナザーを説明します。そうですね、うん、吉田さんがこっちはと言ったからにはこっちはじゃない方が気軽じゃない方もあるよということで、うん、パワーポイントお願いします。もう一つアナザーダンジョンというものがございます、はい、こちらもまずは概要のおさらいをしておきたいと思います、はい、今説明していたのは、バリアントダンジョン、はい、アナザーダンジョンとバリアントダンジョン似てますけど、まず全く違うものだと思っていただいた方がいいです、うん、はい、はい、別物よ、はい、こちらはまずはもう何が揃ってレベル90の4人で挑戦する高難度コンテンツ、うん、はい、4人の高難度コンテンツ、うん、はい、でロール構成は、定番ですね、タンク1、ヒーラー1、DPS2 の4人の構成となっております、うん、そして、今言ったところですが、見た目はバリアントダンジョンに似ていますが、構造や敵の強さは全く別物、そしてルートも固定で、同行する NPC もおりません、うん、
ということでご注意ください。はい、いわゆる普通のダンジョンに近い、そして高難度という。そうです。はい、まあ後でまた説明します。はい、そして続いて概要の続きです。はい。そして第1弾のコンテンツ名が異文シラディハ水道と異文シラディハ水道霊式、この2つが入ります。はい。そしてまずこの異文の方、異文シラディハ水道は、この時点ですでに難易度はかなり高く、はい、異文霊式となるとさらにそれよりもさらに難しいチャレンジコンテンツとなります。はい。という特徴があります。はい。でざっとおさらいしてしまいますが、まず次行きましょう。はい、異文シラディハ水道の方ですが、こちらの特徴です。4人未満で申請した場合はマッチングがあります。うん、そしてコンテンツ内、通常の蘇生手段が使うことができない代わりに、はい、各人が回数制限付きのバリアントレイズ2を使うことができます。はいはい、でその他のバリアントアクションは使用することができません。うん、そして全滅時は一度倒した敵は復活することはありません。まあこれは普通だろうっていう話ですよ ね, ですね、はい、でわざわざこれが書いてある理由が次にやってきますが、はいはいはい、さらに難易度の高い異文シラディハ水道霊式の特徴ですけれども、うん、こちらは、4人パーティーでのみ申請可能、マッチングがありません、はい、そして蘇生手段バリアントアクションは一切使用することができません、はい、そして全滅すると一度倒した敵は全て復活します、はい、そしてさらに一定時間以内に攻略しないと敵が超強化されるということになっております、うん、というのが、霊式の方、はい、異文霊式の方となっておりますという概要をおさらいした上で、はい、吉田さんに実況を交えながらご紹介いただきたいと思います。お願いします。ではよろしいですか。はい、どうぞ。はい、じゃあ実況お願いします。まずさっきねお願いした通り覚えておいてほしいのは、はい、コンテンツ情報から特殊ダンジョン探索を開くと、はい、さっきねバリアントダンジョンありましたね、うん、ここにもう一個タブがあります、はい、これバリアントダンジョンクリアすると出現するようになってますが、なんか急にコンテンツファインダー UI みたいになりましたね。アナザーダンジョンには異文シラディハ水道と異文シラディハ水道霊式があります、はい、こっちはもう事前に4人でパーティーを組んでもらわないとチャレンジできません。でアイテムレベルシンク635です、こっち。ほーで、異文の方は610からです。はい、で、バリアントアクションはさっきのバリアントダンジョンはね2個ね5種類の中から2個持っていきましたけど、はい、アナザーダンジョン異文シラディハ水道はバリアントレイズしかございません。あ、はい、もうそもそも選択の余地もないということですね。うん、はい、でじゃあちょっと、はい、ちょっと入ってみましょう。入ってみましょう。入ってみましょう。はい、ちょっと待ってね。霊式じゃない方ですね、異文シラディハ水道の方に入ってみます、はい、で私は今デバッグコマンドで、はい、1人でも突入できる状態にしてますけど、うん、はい、本当はこの異文シラディハ水道4人いないと入れないので、うん、本来4人いなきゃマッチングが走るってことですよね。そうです、はい、分しらにかすいと。まあ本当はここ4人で来るんですけどね、はい、敵をつけますね。そうですね。はい、まず蘇生制限がかかっております。あ、蘇生を受け付けません。バリアントレイズ2だけ使える状態になってます。うん、で、これは
ボスの練習したい場合があるので、はい、まあ1の1なんですけど、はい、使用回数が復活するあの条件というのは用意してあるので、なんかこうボスまで来たんだけど、うん、ワイプしてレイズないからもう一回入り直そうみたいなことが極端にならないように、あの異分の方は、うん、異分霊式の方はあのそもそも蘇生ができないので、はい、なので、まあ、まずこっち、はい、異分霊式は忘れて、はい、異分の方からやります、はい、で、ちなみにこの徘徊してるやつも結構やべっすそういうことなんでしょうね、あのなんか左右反面攻撃してきたりとか、あとあ無視はできないですね無視はできないです、全滅させないとボスが湧かないので、あららで、うん、そのまあ引っ張る順番もちょっと考えないと、はい、この反面とこの PBA 両方来たらアウトじゃんみたいなのもあるんで、あ、なるほどね、まあ、ちょっとザコもちょっと倒す順番は、はい、考える必要がちょっとあるかな、まあ、緊張感のある場所ですか、まあ、あんまりやりたかないですけどこれ俺の違う、まあ、今あの神の力でひれ伏しましたけど、そ う,、ね、そうしないとね、進めない、神神強しで、まあこっちにも、はい、あいるいる、あいるいる、そうか、基本殲滅させながら進んでいくという。そうですね。あの、はい、ボスの枠条件が、はい、そうなってたりするので。なるほど。で、例えば敵をこう全滅させると、はい、バリアントレイズのあの。ボスが出現したら戻ったりとかするんで、はい、でもうこれで1ボス目です。お、あれさっき見た可愛いやつがこっち向いとる、うん、これこの子実際には、はい、バリアントダンジョンのボスとしても出てきます。あ、なるほど、が、はい、スーパーパワーアップしてあ、こちらに、そう、イブンの方にも出てきます。あらら、でこっちはもうルートがないので、はい、ちょっとイメージをお伝えすると、はい、アライアンスレイドダンジョンって、うん、ザコ、いわゆるパックもしくはちょっとした中ボスみたいなのがいて、はい、大きなボスがいてっていう構成になってるじゃないですか、うん、この異分はちょっと似た形で、うん、なんとか突破しなきゃいけない、ちょっと引っ張る順番とか、はい、降りるタイミングとかを考えて、うん、雑魚を殲滅して、でボスがいます、うん、でまあその次はもうさらに次のボスみたいな感じで、後ろは結構トントンっていくようにしてあるんだけど、だいたい3だから、まあそうだな、霊式1、霊式に 1.5 層ぐらい霊式 1.5 層ぐらい、はい、霊式3層ぐらい、霊式4層ぐらいみたいな感じ、並びになってる、はあ、これが、異分の方です。異分の方で、霊式、異分霊式になると、はい、雑魚のあの範囲攻撃とか見えない、はい、予兆が見えないのでじゃあ全部覚えておいて、覚えておいて、うん、もう時間もう倒した敵もワイプストロー全部復活なので、はい、もう確実に、なるほどね、うん、もうチャレンジです。だから異分霊式はもうチャレンジだと思ってください。まあ確かにね、霊式のボスはあくまでこっちでたくさん練習して、はい、もう完璧だぜっていうのを持って遊べと。じゃあもう異分霊式の方はシンプルに異分の上の
そうです。異分の上の存在としても。なるほどね。ただこっちはまあその強い装備をボロボロ落とすみたいな場所ではないので、はい、6.25 リリースであるので結構その霊式早期攻略したわっていう人たちが、うん、よし次にじゃあこっちちょっと4人で行ってみようぜみたいな感じで挑んでもらえるといいなと思ってます。なるほど、はい、まさか4人向け高難度、うん、今週ももちろんありますよ、はい、うん、めっちゃ強いアイテムとかじゃないですけど、まあ、レシピ音層にもねマウントありますし、そうですね、こっちにもこっちでちょっとしたマウントだったりはございます。はい、なので、まあ、今回はそのバリアントダンジョンで、はい、とにかくカジュアルに遊べますよっていうやつと、うん、まあ、せっかくたくさんのボスやリソース作ったので、うん、昔からリクエストのあった少人数用の高難度っていうのも作ってみたので、まあ、両方同時に出します、はい、いう感じでご用意しております、はいはい、ね、これ以上はでも1ボスの戦闘時間は、はい、普通の8人用のレイドのボスの長さとは全然違います、はい、こちらが短いです。うーん、ただ短いがゆえに結構テンポが速くてその次々来る感じなので、またねちょっとテンポ感の違いなんかも面白い、よくできてましたボスは全部、めちゃくちゃ面白かったんで、ぜひやってみてください。はいはい、ぜひ挑戦してみてください。はいはい、といった感じでしょうか。アナザーダンジョン、こちらも 6.25 で登場、うん、こいつとちょっと戦ってみせろっていう声があるな。まあそりゃ気にはなりますよね。さすがに担当者怒んないかな。タイプ2にしとこう。切り替えて良くなったら、あ、いいよ。あ、はい。ちょっとだけよ。ちょっとだけよ。向かってきた。これめちゃんこ痛いんでしょうね。ああらら。なんだ。と光夜。あ、なるほど。おい。どういう攻撃かなんとなく分かりましたね。はあ。なるほど。うん。おお。あ、これじゃダメか。あ、違う。からさらにだった。なんか。はいはい。もうここぐらいにしときましょう。そうですね。無邪気に。こっちも見ない。なかなか、はい、かわいい顔してえらいことやってくるやつでしたね。あというわけで、はい、いやほんとね、おもろいっす、おもろいっす。バトル好きはね楽しめると思うんで、うん、ぜひやってください。はい、ぜひ。はい、ということで、アナザーダンジョンご紹介でした。はいはい、バリアントダンジョンともどもぜひともお試しください。そうですね、はい、お願いします。といったところで、本日実機でお見せしようかなはこんな感じかな。どんなところですか。はい、あ、じゃあちょっと単にまだ出してないポロリがそうですね、ないようななかったような。今日はですね、この後さまざまな見どころ満載のお知らせコーナーもあるんですが、その前もうちょっとお見せするものがございます。まあまあいつものハウジングもたくさんね、はい、商品入りますよということでですね、はい、こんな感じの藁のベッド、うん、おほほうとか、はい、最近流行りね。キャンプセット、家キャンプ、そうですね、
お庭で。あとちょっとどこで手に入るかはあれですけど、なんかちょっと肖像画がたくさん出たりしますので、まあぜひ。はは、はい、いいですね。はい、ということでこの辺りもたくさん入りますので、ぜひともほいほいご確認いただければと思います。はい、ということで、パッチ 6.2 コンテンツ特集パート2としてお送りしてきましたが、うん、他にもいろいろありながら、今日のところは一旦こんなところかなというところでございます。まあ、そうですね、あの特にこう今回その無人島開拓に関しては、はい、結構チュートリアル的にじっくりこう、うん、ワンステップずつお見せしたので、なんとなく全容をつかめたと思うんですけど、バリアントダンジョンとあとそのアナザーダンジョンに関しては多分プレイしていただかないと、はい、どうしてもね、既存の ID とか既存のこう難度コンテンツとちょっとイメージが被ってきちゃうと思うので、はい、まあ、まずはぜひ 6.25 来たらですね、そうですね、ちょっと遊び方の毛色が違いますので、ぜひですね遊んでいただけると、あのかなりのコストかけて作って新しいシリーズとして、あの今回単発で終わりじゃなくてですね、次 の、はい、そのバリアントダンジョン2とかやっていくつもりですので、うん、ぜひねフィードバックもまたいただけると嬉しいのでよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。それではここからですね、お知らせコーナーに参ります。うん、今日はお知らせ盛りだくさんでございますので、なるほど、引き続き刮目していただきたいと思います。それではまず最初はこちらのお知らせからです。画面お願いします。どうぞ。おおおお、出た、久しぶりですね。エオゼアンシンフォニーファイナルファンタジー14オーケストラコンサート2022のお知らせです。画面お願いします。はい、こちらオーケストラコンサート2022エオルゼアンシンフォニーの開催が決定いたしました。はい、やったね。ということで、公演概要をお知らせいたします。はい、公演日時が今年の12月17日18日の土曜日曜となっておりまして、それぞれ1日2回ずつ、土曜日が13時と18時半、日曜日が12時と17時半の2回、合計2日で4公演、狂気の4公演、まさかの4回し、はい、で場所が今回は東京ガーデンシアターです。はい、覚えてらっしゃいますか、去年ファンフェスをやったあの場所。そう、我々があのデジタルファンフェスをお届けした場所です。あの場所で今年はオーケストラコンサートをやります。はい、指揮はもうすっかりおなじみですね、はい、栗田さん、栗田博文さんに指揮を取っていただき、演奏は再び東京フィルハーモニー交響楽団の皆さんにお願いすると、はい、いうことになっております。東フィルの皆さんにマジか4公演っていうまたね、こいつらはまた4公演って言うんだなっていうことがまた帰ってまいりますので、はい、ぜひともご期待いただければと思います。そして、こんなお知らせをしたからにはですね、はい、あの矢継ぎ早で恐縮ですが、続いてこのお知らせです。どうぞ。はい、公演チケットプレイヤー先行抽選の第1弾を開始いたします。はい、予約でございます。抽選ね、はい、あの用意どんではございません、抽選ですので、はい、落ち着いていただいて大丈夫です。でこちら第1弾の応募締め切りが8月21日23時59分までとなっております。はい、で詳細はこの後トピックスがもう間もなく出ますので、うん、そちらに一式書いておりますのでご確認いただければと思います。はい、でこちら、研修がまず座席が S 席 A 席の2種類あって、うん、グッズがついているバージョンとついてないバージョンがあります。はい、でついているグッズというのが、右側写真にありますけども、オフィシャルグッズフラワーライト、エルピスの花ということで、うん、エルピスの花型ライトがですね、はい、今回グッズとしてご用意しました。はい、で今回あの、制作中開発中の、実物サンプルご用意しましたので、ちょっと生赤目に切り替えて、どうぞどうぞ、いただきまして、おじさんの持つエルピスの花がね、ちょっと宣伝としていいのかっていうのは感じるところはあるんですけど、はい、はい、ね、花ちょっと上の照明を落としていただいて、ホラー感出ますよ我々よ、
こんな感じで光る。なんだ、マジ真っ暗になるのかと思って、ちょっと期待した。そこまで、そこまで。はいはい、穴、穴が光る。で、まあ、わざわざオーケストラコンサートグッズとして、うん、このようなものを売るからにはですね、これは何なのかというと、うん、まあ、今日の時点でそんなに詳細をお伝えできないんですけども、うん、まあ、公演中のどこかの曲でこんなのがもあったらいいんじゃないのみたいな演出があるだろうないだろう、うん、ということになっているグッズであります。別にプライマルズのライブと違って公演中ずっとこれ振っててほしいとかそういうことじゃないそういうことではないので、そういうコンサートじゃない、そうじゃないので、そこはご安心ください。ただね、みんなでこれを咲かせるといいことがある曲がきっとあるんじゃないかなということでございます。で、トピックスの方にも書いてるんですけど、うん、こちらのエルピスの花ライトはですね、単品での販売もございますし、おあるんだ、チケットとセットになってるのは買いやすくするためにセットで売っておりますが、セットだから特別安いとかそういうことでもございませんので、うん、一旦チケットだけで様子見でもいいですし、うん、まあ、せっかくなら買っとくかってことはこの機会に一緒に買っていただければ、うん、楽ですよということになっておりますのでご検討ください。なるほど。はい。で、ほぼほぼ見た目は素材が若干変わるってことなんですけど、放送上素材は分かりませんので、見た目はサイズ感とかはこんな感じのライト、まあコンサートじゃないときは、はい、花瓶に刺してみたいな、ね、光ります、はい、いいですよ。エルピス造形の出来はね、すごくよくできますね、はい、ということで、こちら色が変わるのかっていう結構質問が多いよ。色は変わるのかい、これ色は変わらないのかい。変わらないね。変わらない、変わらないらしい、こちら、まあ、変わらないらしい。なんかエルピス色だけ残念ですみたいな目で変わらないみたいですって言ってた。どうでしょう。はい、変わらないそうです感情によってね、変わるエルピスの花確かに色ね。はい、ということで、オーケストラコンサートの、選考、プレイヤー選考の抽選に関してはトピックスで詳細ご確認の上、ぜひともご応募ください。これはですね、僕らも、はい、そのこのオールゼアンシンフォニーに関しては、うん、今回で都合3回目ですよねワイプでもテッピーちょっと入れてもらっていい？はい。生カメをさせていただいて、はい。まあ今回3回目なんですけど、まあ、コロナ禍もあってなかなか準備もちょっと大変で、うん、まあでもやっぱりこう望んでくださる方が結構多いっていうことなので、はい、頑張って開催はやってるんですけど、なりせちょっとやっぱりその東京4公演がもう本当限界なので、はい、我々としても結果的にですね、めちゃくちゃ倍率が高くなってしまってて、ね、本当申し訳ないんですけど、しっかり、抽選をさせていただいてですね、うん、キャンセルが出たやつもこう2回目とかをやることで、1人でも多くの方にお越しいただけるようにしていきたいと思ってますんで、ぜひですね行くぜという方はお見逃しなく、別に先行で申し込んだやつ順っていうわけ、先着順ってわけじゃないので、うん、いいんですけど、ただ申し込み忘れちゃうみたいなこともあるかもしれないので、ぜひですね行くぜという方はお忘れなくお申し込みいただければと思います。はい、はい、ぜひともよろしくお願いいたします。ということで、オーケストラコンサート2022のご案内でした。はい、はい、それでは続いてのお知らせに参ります。続いてはこちらです。はい、このようなアナウンスをするのは久しぶりですが、ファイナルファンタジー14がパックスオーストラリア2022に出展いたします。こちら、画面にあります通り10月7日金曜日から10月9日まで、うん、オーストラリアで開催されるパックスですね、こちらの方に14がリアルでブースを立てて出展いたします、うん、ということです。でこちら詳細がお伝えできるようになり次第、うん、ロードソントピックスでお知らせしますが、まずは出展するよというお知らせでした、はい、うん、パックスオーストラリアに行かれる方はですね、ぜひともお立ち寄りいただければと思います。まあ徐々にね、まあ、日本はねちょっと今また感染者が多くて、はい、ちょっと行動制限はないものの、うん、ちょっとどうなんだろうねっていう空気があると思うんですけど、そうですね、海外はもうなんか突き抜けちゃってるもんね。そうですね、やるったらやるよみたいななのでちょっとね空気感日本と海外違いますけど、ちょっと違いますね、
まあだんだんですね克服してこう、うん、いろんなイベントの開催も海外も含めて増えていくと思うので、はい、あの徐々にねプロテインベースに戻していきたいですね。はい、はい、ということでパックスオーストラリアのお知らせでした、うん、そして続きましてはまた全然毛色の違うお知らせなんですがこれなですね、はい、じゃ順を追って説明いたしますが、してこれ、モグシュートファームから生放送っていう、こう謎の、タイトルなんですが、その通り、まあ、まあやることはその通りなんですけど、あのこの度、うん、我々パッチ 6.2 で無人島開拓が導入されますと、うんうん、ほうほうほう。で、まあ、無人島開拓には、うん、あのどうやら自分で動物をね育てる場所、牧畜ができたりするじゃないかというのを記念しまして、うんうんうん、ですね、ロンドンに、うん、あのマッドシュートっていうチャリティー団体がありまして、はいはい、でロンドンの東の方の、はい、ロンドンのちょっと東の方に、うん、あのでっかい農場があるんです、うん、マッドシュートさんっていうところがやってる、うん、農場がリアル農場が、はいはい、これ現実世界にありまして、はいはいはい、でそこと、コラボしまして、うん、であの無人島開拓記念、うん、導入記念で、うん、そこの一部を、うん、モグシュートと名前を銘打ちまして、うん、期間中、うん、来週ですね8月15日月曜日の21、うん、日本時間21時から19日の金曜日の、21時まで、うん、まあおよそ1週間ですね、うん、その農場の様子を公式 Twitch チャンネルでずっと流します、うん、あのねここまで聞いてきた人たち、はい、最後の一言、はい、そこで吉田と室内が何だろう自炊しますみたいな多分話をみんな想像してる違うねこれ動物たちをただひたすらめでる、そうそうめでるだけ、画面の向こうにいるあの焚き火を見て癒されるのと同じやつでしょ。そうそうそう。つまりその牧場の動物たちを生カメで抜いてるから、そうですそうです。その生カメのを見て癒されていこうってことだよね。名古屋いう企画。多分ね結構みんな期待してたよ。吉田と室内がロンドンでその自炊をその牧場でするみたいな。いやいや。そうじゃん。残念そうじゃない、はいはい、まあでも動物たちをひたすら見て癒されましょうという番組コラボってことね、はい、あとはアクティビティとしましては、はいはい、いくつかあの毎日動物のご飯の時間に、うん、まあ、詳細は後ほどトピックスとかでもお知らせしますが、例えばその AB2 つのご飯どっちあげるみたいなのを、うん、そのアンケート、アンケート決める、視聴者とアンケートで決めながらやっていくとかいうようなことをやってる、こういうことなかなかやれないタイプの生放送をちょっと今回チャレンジしてみようということでございまして、で放送スケジュールとかそのタイミングとかその抽選というかその視聴者が参加できるようなアクティビティの詳細とかはトピックスとかでお知らせしますので、ご覧ご確認いただければと思います。なるほど。でこれなんせいかんせんリアルのロンドンにある農場ですので、あの時差的な問題がありますから、日本時間でいうとどうしても夜目、夕方以降その夜夜中までみたいな間じゃないとあの真っ暗になっちゃいますから、まあまあね、それはね、のでそういう時間帯に楽しんでいただける農場放送となりますので、ちょっとみんな、なんかコメントがさあらぬ方向へ行ってんねんな。その吉田を写しといて吉田が食う飯を AB どっちか選ぼうとかさそうじゃん、そうじゃん、吉田も時々写るんだよねとか書いてあるんだ。ロンドンだっつってんだロンドンだっつってあのゼノス来るんだよね、無人島だっつってんだっていうのと一緒でね、はい、そういうこと。そうそう、猫耳さんたちもね無人島っていう単語にこだわったんですよね、あれね、魔法人形ね、人ではない、そうそう人ではない、もう面白いなみたいな、はい、ということで、ちょっとこんな新機軸の生放送ちょっとものを試しでぜひともご覧いただければと思います。いろんなお声かけていただいてね、はい、やってこう、よろしくお願いいたします。そして次のお知らせです。生放送つながりで続いてはこちら、6.2 パッチノート朗読会があります。お、放送日時をご覧いただいてお気づきの方もいるであろう。今回のパッチノート朗読会はパッチ日当日、なんと20、こんな山盛りなのに24時間メンテじゃない、すごいですね。8月23日火曜日の15時頃から行います。いやすごいな謎技術だねここ。いや本当にこの量を足すけどね、24時間いらないんですね、うん、
ということで、皆さんと、うん、たくさんいろんなものが入りますからパッチノートを読んでいきましょう、読んでいこうじゃないかという生放送ですので、はい、ぜひともお時間ある方は一緒に読もうということでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、はい、そして続いてはこちら、ありますね、まだね、はいはい、はい、こちらどうぞ、ダーやるぜ第8回14時間生放送やるぜやりますという今日は力強い宣言をするお知らせです、うん、詳細はこれからですが概要どうぞ、はい、10月8日土曜日に放送することを決定いたしました。もうね、8月が本当は一応周年なんですけど、まあまあまあそうですね、まあ、全くね、もうもはや無理ですっていう、ね、ですなので我々の空いたタイミングでやるっていう、はい、そういうことです、はい、なので14時間生放送を10月にやります、はい、なので、うん、10月8日に14時間の生放送があるということだけとりあえず覚えておいていただいて、うん、具体的に何やんのとかいうのは今後まとめて、トピックスでお知らせしますのでそちらをお待ちください、はい、ね、そうそう、ゲストはどなたとかそういうのもねまとめて後日お知らせしますのでお待ちください。いやいやいやまた本当にやるんか、またですよ、ね、来てしまいました ね、 ね、ちょっと私は次回は人として写真に写りたい。いやいや、でもいいね、ガウガウこの圧ね、すごいよね、うん、頑張りたいはい、ということで14時間放送生放送今年もよろしくお願いいたします、はい、さて続いてまだございます、うん、続いてのお知らせはこちらどうぞ。お新しいコラボのお知らせでして、ファイナルファンタジー14とインサートコインという会社とのコラボが行います。でこちら行月のフィナーレのナイトをモチーフにしたジャケットを販売いたしますよということで、うん、写真が出ておりますが、これどっかで見たな、ね、どっかで見た、今日だいぶ見たんじゃない、どっかで見たな、そうそう、生紙にしましょうかね、ということで、なんかざわざわしてる、今日は一日吉田さんにずっと着といてもらいました、ね、これね、刺繍、そう、両月のナイトの刺繍がですね、ドーン映ってる、ちゃんと映ってます、そうなんですよ、ね、ね、よくできてる、まあ、よくできてる、うん、そうなんです、ガイアの俺にでもなんか休暇配管なんかね、急走みたいですね、3年そう、なんかよくできてますね、そうなんですよ、刺繍がよくできてまして、14チームでがっつり監修していただいたものが、で今日から、注文受付を開始するということで、詳しくは、こちら画面にもリンクありますが、こちらの URL 先に行っていただきますと、うん、注文予約がすることができますのでご確認いただければと思います。でこちらインサートコインさんのウェブページというかオンラインストアでやっていただくんですが、サイト自体は日本語には対応してない英語でベースではあるんですけれども、商品自体は日本にも発送することができるということですので、もしよろしければぜひともご確認いただければ。これはね、いわゆるスカジャンですけど、はい、かなりよくできてます、正直しっかりしてますよね、すごい、はい、ペラペラですぐ破けるとか、うん、すぐなんていうかダメになるってやつじゃないです、じゃないですね、僕値段聞いてないんであれなんですけど、はい、結構しそうで、ちょっと生カメ、はい、生カメどうぞ、僕が着てるこれが、はい、M です、 M です、 M サイズなのでいわゆる海外 M なので、そうね、僕だったら S、サンプルが M しかないって言われたんで、はい、S を着ます、うん、はい、ちょっとねこの辺ぐらいの方がいいと思うんで、これが M、はい、はい、ということでご参考にされてください。はい、もうサイト落ちた、そうでしょう、まあそんな気がしたんだよね俺、うん、大丈夫って言ってましたよ、まあみんな言うんですけど、みんな言うんですよ1回2回目ぐらいまで言うんですよ、みんな今度は大丈夫ですって言うんです、言うんです、うん、大丈夫だと試したことないんだよ言ったんだよねみんな ね、みんなね、侮るな、侮るな、侮るなかれ、何回も言ったんだよね何回も言ったんだ、大丈夫です、まあまあちょっと時間を置いてご確認いただければと思いますのでよろしくお願いいたします、う
さて続きまして、まだまだございます。続いてのお知らせ参りましょう。こちらです。どうぞ。はい、日本向けのお知らせですが、うん、シナリオブック愛用の機構録の新生編想定編グレン編の電子書籍版が発売されることが決定いたしました。ほう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 。こちら本日から配信開始となっております。うん、それぞれバラでも売っておりますし、うん、3冊が本版3つセットなんだやつでも販売しておりますので、はい、ぜひとも、あ、電子書籍いいじゃんという方はですね、ぜひとも余すところなくテキスト入ってますんで、ね、すごい本当テキストでみっちりしたものになってあります。ようこんだけ書いたなっていうぐらいみっちりしてるんで、はい、多分電子書籍の方を待ってたって人もすごい多いんじゃないかなって気がするので、はい、はい、この機会にぜひともご検討ください。はい、はい、そして続いてのお知らせです。はい、どうぞ。はい、こちら先日からご案内してますが、ファイナルファンタジー14コンプリートパックダウンロード版の 50% オフセールが開催中です。うん、でこちら期限が来週、うん、週明け水曜日ですね、8月17日までとなっておりますので、まあ、なんせ半額ですから。そうね、今フリートライアルやってて、はい、今日の放送見て 6.2 もなんかいっぱいあって、うん、このゲームなんか当分終わりそうにねえな、うん、ちょっと買ってもいいかなって思う方はもうこれ買っといていただければ。そうね、とりあえず間違いない、当分忘れますんで半額ですし、はい、ぜひこの機会にぜひ、はい、ね、友達に勧めるにも今お買い得です、はい、めっちゃ得だと思いますこれ、はい、本当そうね、はい、めっちゃ得だと思います。これはお買い得、ぜひともご検討ください、はい、よろしくお願いいたします。はい、そして続いてです。どうぞ。はい、本日休憩でも流しましたスターターガイドシリーズの動画を、うん、ファイナルファンタジー14の YouTube チャンネルの方で、公開しております。はい、でこちら、ですね、日本語は音声はなってないんですけれども、英語版を見ていただくと英語版には日本語字幕が表示できるようになっておりますので、うん、ぜひともチェックしていただければと思います。休憩中も皆さんコメントで結構わかるじゃんって言ってご覧いただいてたと思います、はいはい、これなかなかよくできてます。うん、ぜひともご覧ください。はい、はい、ということでよろしくお願いします。お願いします。はい、で続いてもうちょっとありますね、うん、続いてはこちら、どうぞ。お、ゲームデザイナー募集中でございます。はい、ファイナルファンタジー14はゲームデザイナーを募集しておりますということで、現在募集がかかっているのが、シナリオデザイナーとゲームコンテンツデザイナー、そしてライブシステムデザイナーの3職種が募集中。うん、まあ、分かりやすく言うと、はい、シナリオデザイナーは、まあ、ライティング、いわゆるテキスト、はい、もうそのシーズナルイベントからメインシナリオまで、はい、ここがシナリオデザイナーで、もちろんその書くだけじゃなくて、はい、実際にスクリプトを使いながら演出も含めて組み上げていく流れを、はい、っていう人たちもそうで、それからゲームコンテンツデザイナーは分かりやすく言うとダンジョンの設計とか、うん、もうボスの企画、それから実装、うん、もうコンテンツは結構何でもありますね、うん、で、ライブシステムデザイナーっていうのは今一番でかいところだと、まさに無人島開拓、はい、なるほどね、バトルがないコンテンツっていうのをもう一手作ってます、うん、クラフトとかギャザリングとか、はい、っていうのも全部ここです、はい、で我々、意外とですね、なんだろう、その職歴、はい、経験とかあんま考えてないです、うんうん、ただ応募の時にこういうのを作って出してくださいっていうのはあります、はい、だから何人かいます、経験ないけど、うん、すごいダンジョンのいい企画書いてきたから採用してみよっかみたいなのは、なんかそういう意味ではちょっと古き良きゲーム会社っぽい感じでよく採用してるので、はい、我こそと思うのであれば、ね、ぜひですね、はい、応募してください。はい、光、はい、の選手としての経歴も存分に活かせるに違いない。そうですね、一番大事なのは実は光の選手であって、うん、ゲームのことをよく知っているっていうのが実は一番重要だったりします、うん、はい、はい、ということでぜひとも、うん、応募お待ちしております。はい。でね、まだあるんですよ、ね。はい。もう一つ、ゲームデザイナーではない職種で、うん、次お願いします。トランスレーターも募集しております。
うん、でこちらは今募集かかってるのが、うん、日英のトランスレーターと、うん、日独ドイツ語ですね、うん、のトランスレーターの2ポジションが募集されております、はい、でこちらですね、応募時に FF14 担当を希望します、うん、ということを書いておいていただくと、もろもろスムーズだということですので、ぜひともこの機会に、私の力が活かせそうだなという方がいらっしゃれば、ぜひとも一緒に仕事をしていきましょうということでよろしくお願いいたします。ここはですね、はい、ちょっと体制をいろいろ変えてですね、もうなんか第3の中に、まあ、工事を筆頭にチームを作っていくっていうことをやってたりもするんで、なるほど、もうどんどん採用してですね、はい、どんどんクオリティの高いトランスレーションを、まあ、言語を増やすっていう将来的な目標も含めてですね、やっていきたいと思っているので、はい、ぜひですね、ぜひともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう今コメントが海に捨ててで、まじ、いやー思い出すな、初見の海に捨ててが、ね、海に捨ててって言ってて、お前シータそんな声じゃない、もうあれしか出てこないの俺最近。本当ですね。うん。思い起こされるな、そうそうそう、あれ何年前のか分かんないけど、うん、俺今ソケンが真似したシータの海に捨てての真似は結構自信があるいやいや、そうか、う海に捨ててか、はい、それではもう一つ最後に、お知らせですどうぞ。はい、最近公開した大切なお知らせです。こちらぜひ読んどいてくださいというお知らせです。一つがクリスタルコンフリクトのシーズン報酬に関するお知らせが最近出ておりますので、うん、ぜひともご確認ください、はい、そして北米データセンターの拡張時期に関するお知らせもこちらも、吉田さんからのメッセージを公開しておりますので、はい、ぜひともこちらもご確認いただければと思います。ちょっとこちらはサーバー販売してくださるベンダーさんが努力はすごい、はい、ものすごいしてくださってるんですけど、ちょっと納期が2点3点することがあってですね、うん、まあ、これで確実だっていうことまでようやく来たんで、はい、ちょっと延期させていただきますが、進めてはいますのでよろしくお願いします、はい、あと1点ですね、うん、お知らせ以上ですので生画面に戻していただいて、うん、あと1点補足でこれ言っといてくださいというお知らせ事項がありましたが、うん、今日お知らせした発表したオーケストラコンサートに関してですが、うん、こちらですね、うん、この公演のストリーミング配信の予定はございませんので、うん、ご了承ください、よろしくお願いいたします、はい、聞きたい方はぜひとも来ていただいて、はい、よろしくお願いいたしますということでした。はい、ということでお知らせ駆け抜けてまいりまして、これで本日お伝えしたいことはだいたいお伝えできたかなと思っております。そうですね、はい、すごいいっぱいあったわありましたね。いやまあでもなんとか喋れたはず。はい、まあちょっとね、新しいコンテンツが多いので、どこまでこうなんていうんだろう、この限られた放送と枠の中でね、はい、お伝えできたかどうかっていうところに若干不安はありますけど、はい、まあとはいえもうあと2週間切ってるんで、まあ 6.25 はね、ちょっともうちょっと先ですけど、うん、遊んでいただけると助かります。はい、なるほど。何？今スタッフからの、はい、私連絡する画面があるんですけど、うん、今 CM ですっていう謎のお知らせが。いや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 、もういいでしょ、だって終わるもんだって我々。そう、うん、CM 開けたら数分じゃないかって言ってますよ。な、数分ってな、今どこまでやって CM 入ったの？小僧から石を取り戻せってやったの？今王の間にはいるらしいですよ。王の間？王のムスカが王の間に来てて、うん、今どこだ、 CM に入って、 CM 開けたらどっから始まるの？ん、海に捨ててで CM。 なるほどなるほど、あ、海に捨ててで CM、テオの、で、そこにムスカが拳銃突っ込んでパズーをいきなり撃ったやつだから、とこ開けたら3分待ってやるが、あ、ゴーグルがぶっ壊れた、どこでだろう海に捨ててて渡してゴーグルぶっ飛んだあたりで CM？ じゃあ違うかな、あ、そうそうって言ってる、やっぱそうだよね。ネタバレやめてって今更だよねちょっと待って待って、何週目だ、ちょっと待って待って、あ、ゴーグルぶっ壊れましたそうだね、ぶっ壊れてるよね、そうだね、うん、見事終わりだ、3分間待ってやる、あれ違う、そう言いながら弾を込め直してるぐらいじゃないまだ、まあ、CM は開けたそうですよ、うん、
銃構えてます。ここは銃構えてますってコメントですごいじわじわくる。すごいじわじわくる。まだ待ってない。なるほどね。まだ待ってない。あーシータが語ってるとこですね。あーなるほど。ここは地から離れては生きられないのよ。ひどいよね、あんなねえ髪の毛ね。3分間待ってるが出たのかな。おすごいな。シータ、あの言葉を教えて。僕も一緒に言う。ちなみに念のためお伝えしますけど、実況してるのは皆さんですからね、うん。我々は皆さんからのコメントとスタッフからのコメントをただ読んでるだけ。おばさんたちの縄は切ったよ。あ、打った。お酒飛んだ。はは。あれ？じゃあ次は耳だ。ちょっと待って、コメントずれてないそれ。あ、お酒打たれるって書いてあるな。ね。あ、じゃあ次は耳だが出ました。もう終わろうぜマジで。そうね、うん、あのパズーが来た。あ、パズー来た。なんだこれ。いやいやいい。そう、ね、終わってきましょう。終わってきましょうよ。じゃあ最後に吉田さんに締めていただいて。はい、そうですね、何か締めを全く考えてなかったので忘れてしまいましたが、って言ってる。ほら3分間待ってる。え？もうコメントがさ、じゃあね、時差あるからコメントのラグとね、3分間待ってよくわかんない、よくわかんないわけですよ。いや、とにかく、はい、パッチ 6.2 はスタッフ一丸となってね、本当、え？あなたがさ、そわそわしてるとさ、だってもうコメントもスタッフからもええって、みんながええって言ってんの？今どこ？結果今どこなの？分かった分かったよ、分かった分かった。あとどこ？多分こっから1分ちょうどぐらい。なるほど。あの言葉を教えて。今玉込め中だそうです。ああ、ムスカのね。あ、ずるいよねあれね。玉切れだったっていう、そうね。手を合わせました。手を合わせましたって。あ、こうでしたっけ？こうでした。え？どっちがどっちだっけ？時間だ、答えを聞こう。あれ？まだ？配信素材来るぞ来るぞ。バルス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 、大丈夫、もうコメント見えないぐらいになった。本当だ。うわー、目が早いからまだ。うわ、目が目がっていう感じですか、ね。安定のズレ、なんだこの放送。目がって言ってる、まだ早い。ああ、今ちょうど目がって言ってるね、みんなね。本当だ。ああ、いやー、なんで被ったんだろうな。本当です。うーん。いや、俺でも一番あれですよ、モノマネ自信あるの息子。本気でやったら、まあまあそんなことはどうでもいいんですけど、はい、よかった、皆さんのご期待にお応えできてよかったです、ただですね、まあバッチ6点に本当にみんなで一丸となってね、信じられないぐらいの希望のパッチになったかなと思ってます。で、まあそれをぜひですね、楽しんでいただきたいっていうのもそうなんですけど、今ちょっとふと改めて思ったのが、はい、まあ、ファイナルファンタジー14その申請して今年で9周年、はい、来年10周年、はい、で確かにこう、まあ、何年か前にも何かの放送でラピュタの放送と被って、被りましたね、バルスやった記憶があります。あります、ね、あります、あのすいません。あります、はい、なんだけど、こうそっから何年か経ってまた金曜ロードショーでラピュタが放送されるときに、うん、まあ元気に僕らも放送を続けていて、はい、新しいコンテンツの情報をこうバーンとまたお届けできてて、あの時見てた人もいれば、ちょ、お前ら何やってんのっていう、その衝撃、おじさんの手つなぎ衝撃っていうのを初めて見た方もいると思うんですけど、まあそれぐらい長きにわたって皆さんと一緒に14作り続けて、こう盛り上げ続けられてるっていうのは、一つちょっと感慨深いことなのかもしれないって今と思ったので、まあ次にその天空の城ラピュタが放送されるときに我々の放送があるかどうかは分かりませんが、できる限りですね、ラピュタには
あの寄り添って運営を続けていきたいと思いますので、あのこれからもですね、あのジブリさん、ラピュタとともどもですね、ファイナルファンタジー14よろしくお願いします、というわけで、あのパッチ6点にぜひお楽しみに。はい、ありがとうございます。それでは以上をもちまして、第72回ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブを終了とさせていただきたいと思います。また次回お会いしましょう、はい、次は朗読会です、はい、はい、ではこれで失礼します。さようなら。